まず1話目、ちょっとね、雰囲気というか、はい、ちょっと不思議だったよっていう気配などのお話を、ちょっと短めなので2つほど。1話目がファスティングの女王さんの体験談です。私が唯一ちょっとだけ見えたっていう不思議なお話ですと、娘さんがいると、はい、で長女が中学生だった頃です、はい、学校からね娘さん帰ってきた途端に、はい、猫の鳴き声がするんだけどって言うと、はいはい、でなんか猫の鳴き声をお家でするよって言ってリビングからお風呂場などを探し出したと、はい、でもそんなこと言われても私にはその鳴き声すら聞こえてない、はい、で実際お家には猫は2匹いるんだけども、なるほど、はい、いるんだけどその2匹は娘の部屋で くつろいでいて、はあ、近くにはいないけど泣いてもないんですよ、はいはい、別にあれでもおかしいなっつって聞こえると言ってると、はあ、で、何言ってんの聞こえないでしょっつって、うん、でも娘さん聞こえないのお母さんって言い合っていると、うん、私たちの横側から娘の股の間を、なんとか認識できるぐらいの速さで三毛猫が走り抜けていった、はい、で一瞬でそれっていうのは窓の方にフッて言って消えていっちゃったんだ。もちろん窓などは開いていませんし、はい、そのうちで飼ってる猫は三毛猫でもありません、はい、でお互い思考が止まってしばし無言になった、うん、あ今の見たよねみたいな、 お母さんも見たよね、はい、あなたも見たみたいな、まあとりあえず出てったからいっか、まあ、それに猫かわいいし、うん、みたいなことになってその場終了になりましたと、はい、それから数年経ちますが未だに実家に帰ってくると娘は猫の気配というものを感じるそうです、うん、ただこれは猫を見ただけっていうお話なんですけどももーさんにぜひお伝えしたくて投稿させていただきましたっていうところでした、まずこれが1話目、1話目というかね、はい、ちょっと短めなのでもう1話不思議な気配ということを、はい、ご紹介しましょう、はい、2話目はトウモロコピさんからの体験談です語尾がピでしたね、はい、初めて投稿ということでいただいてました。今から30年ほど前、まだおばあちゃんが生きていた頃のお話なんですと、うん、当時実家では父、母、弟、祖母、そして私の5人暮らしでしたと、うん、でその時ですねおばあちゃんは前々から、うん、夜中にねお家のチャイムが鳴るんだよってことを言っていたと、うんうん、で実家のチャイムは1回鳴らすとピンポンピンポンピンポンって3回、うんうん、鳴るタイプのものだったんですね、はいはい、一押しで、でおばあちゃんが夜中に聞こえるのは必ず1回しか鳴らないっていうの、でタイプが絶対1回押したら3回鳴るのにおばあちゃん曰くピンポーンで終わっちゃうけど、うん、その1回が夜中に聞こえると、私や他の家族も夢なんじゃない、うん、聞き間違いなんじゃない気にしてなかった、うん、でもおばあちゃん納得いかないように首をかしげていたんですけど、そんなある日です、はい、なかなか寝つけずにいた私にも夜中の24時過ぎにピンポーン1回だけ聞こえた、あ聞こえた、おばあちゃんが言ってたように1回だけだと思って、うん、おばあちゃんの部屋へ走って行って、うん、おばあちゃんにね今おばあちゃん聞こえた1回だけ鳴ったよねって言ったら、うん、おばあちゃんもうなずきながら、うん、聞こえたよってことを言うと、でもその時まだ起きていた両親にはやはりそれは聞こえていなかったようです。あれは何だったのか、亡くなった祖父が来ていたのか、あれこれ考えましたが分かりませんでした、うん、その後も祖母には何度か聞こえていたようですが、私が聞こえたのはそれ1回きりでした、うん、今は1回しか鳴らないタイプのインターフォンに変えてしまいましたが、ふと思い出したので投稿してしまいました、怖くない話ですいませんというところでした、うん、まあ、1話目のお話っていうのは、はい、猫が、はい、まあ、現れた、はい、急に今までいなかったニャンコっていうのがスッて出てきて、それで壁のところっていうか窓のところに消えていったっていうところだから、人間の霊道があるように、まあ例えば動物だったら動物が使う道っていうのもあるのかなっていうふうにちょっとね個人的には思ったりします。なんか 山で獣道っていう言い方があるように、まあなんかわかんない、人間が通る霊道と、まあ犬猫が共用なのかわかんないけど、そういったいわゆる小動物とされるものが歩く道っていうのは多分俺は違うんじゃないかなって個人的に思ってるのね。だからそこがもしかしたらこのファスティングの女王さんのお宅には通ってるのかなと、うん、で お母さんも一緒に見たっていうのが見てますね、すごいですね。そうですよね。で、あと、まあ、インターホンの方はこれ謎ですよね、まあ、本来1回押したら3回鳴るはずのものなんだけど、うん、1回で終わるっていうパターンは多分そういうのってないでしょ、うん、いやそうですよね、なんか、うん、なんかをこうキュッて止めないと、そうだよね、はい、でもピッ
って押してすぐ止めたとしても3回セットで鳴るはずだから、うん、でもおばあちゃんが鳴るのよって言っていて、まあ、それに気づいた、まあ、トウモロコピさんもそうなんだろうけど、まあ、後にお母さんが亡くなってしまうというところもちょっとポイントかなという気もしますね。なんかご両親には聞こえていなかったけどおばあちゃんだけがなんか分からないけどその音での霊感みたいなものを発動していたのかなみたいな。僕もですね、うん、おばあちゃんが亡くなってで、はいはい、おじいちゃんがその家に一人になるから、うん、週末泊まりに行ってたんですよね。はい、何かあるかもしれないし、まあ一人じゃ寂しいだろうからっていうのもあって、まあ、僕とかいとこが泊まりに行ってて、うん、でその時はまあ僕しかいなくて、うん、でまあちょっとまあ怖いんですけど、その仏前で寝てたんですよ。ああそうなんだ、はい、うん、その仏間っていうか、はいはい、お仏壇がある部屋で、ね、はい、でまあ四十九日まではなんか線香を絶やしちゃいけないっていうのがあって、あ、 はい、なんかくる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 ってなんか結構長持ちするやつの晩をしつつ、うん、まあそれが終わりそうだったらなんか取り替えるみたいなことをやって、うん、で家のそのおばあちゃん家の昔の時計ってカチッってそのちょうどの時間になるとボーンとかなったりするやつとか、はいはいはい、柱時計みたいなね、はい、なんか特別の時計って1時間ごとになったりとかするよね。もう最近そういうの逆にないですけど、そこ家のやつも、うん、そのおばあちゃん家のやつもなってたんですよ、うん、2階、うん、2階っていうかボーンみたいな、はい、でその時、うん、1人寝てて、うん、たまたま2時に目覚めて、うん、したらボーンボーンってなった瞬間に玄関がガラ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 って開いて、あらえって思って、あ、誰か来たと思って、うん、構えてて、あれ誰も来ない、何なんだろうと思って寝よう怖い、ね、いや怖い、まあ寝ようは正しいんだけど、はい、確かめようにはならなかったんだ、はい、でそんな田舎のところなんで、まあ、もちろん鍵はかけてなかったりするんですよね。はいはい、まあまあ、はい、隣近所も知った顔だからっていうところなんだろうけど、ただそんな夜中に出歩く人間なんてもういないいない場所なんで、でガラガラガラってカラカラうるさい引き戸の、うんうん、 ね、ああいうあれがあったんで、昔ながらのっていうところで、あ、誰か来たっていうのあったんですよ。いや、まあ多分、まあ、帰って来てらっしゃったんじゃない、絶やさないでやっててくれてるから、まあ、その時間は多分ね、生前のところっていうのには足運ぶんでしょう。いや、でもこれ僕なんでその泊まりに行ってたかっていうのが、うん、そこだとちょっと夜更かしできるんですよね。なるほど。おばあちゃん家だとその、そういうことか、泊まりに行って親もいないし、うんうん、自由であると、はい、土曜の夜ってギルガメッシュナイトがあって、やってたけど、はいはい、それ目的だったんか、それがちょっと見たいっていうのもあったんで。なるほどね、はい、おばあちゃんもおばあちゃんびっくりしてるよ、なこの子はみたいな、私が亡くなった後ギルガメ見てギルガメ見てとは言わないだろうけどね、夢がモリモリを見たかったし、ありますよね、はい、まあまあそんなインダモにまつわるお話でしたと、はい、で続いてがですね、はい、チェリーブロッサムさんから2話いただいてますので、はい、2話ご紹介しましょう、はい、まず1話目です、はい、ご自身の体験談ですということで、うん、今から10年ほど前の夏のこと、はい、夜21時頃に近所のスーパーへちょっとした買い物があって、うん、私夜道を一人で歩いていたんですと、でその当時住んでいたマンションの周り、お寺がたくさんあったそうなんですね。でお寺にまるで囲まれているような場所にマンションは立地していたと。で私はとても怖がりです、はい、まして夜にお寺お墓の横を歩くっていうのがとても恐怖だったと。で歩道はお寺側にしかないんですね、うん、仕方ないから私は目を背けて夜道を歩いていたと、うん、ふとお寺の入り口に目をやると、うん、そこには黒っぽい人影が座り込んでいるのが見えたそうなんですよ、うん、あれと思ってものすごく怖かったんですけど、ここで怖がってはダメだと思って、うん、知らん顔して入り口を通り過ぎた時ですと、うん、歩道に面してお墓が何基も並んでいて、その後ろには塔婆が当然あるんですよ、うん、その日は風のない全く無風の夜、虫の声さえ聞こえない静かな夜です、うん、しかしそのタイミングで私がそこを通る時、その横のお墓の後ろにある塔婆がカタ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 バタ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 ンと大きな音を立てて倒れていた。ほう、
直線にして50メートルはありました。まるで陶馬のドミノ倒しのように、もうチェリーブロッサムさんがこう走って歩いてるところをもう横のやつがバタ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 どんどん倒れていく。すげえ。私に対して笑っているかのような雰囲気というのを感じました。とても驚き、また誰かに見られているようで猛ダッシュで逃げましたが、未だに忘れられない体験です。っていう。怖怖いですね。お寺の前で座ってたやつはまず何者なんだろうっていうことを思ってしまいますけど、でもまあ個人が眠っている場所だからね、はいはい、あんまり怖がらなくても大丈夫ですよっていうことを基本的には、いろんなところでは言ってますけど、まあでも雰囲気でね、夜になるとめちゃめちゃ雰囲気変わりますからね。そうですね。でなんかね、僕も聞いたお話ですけど、はい、なんか神社に夕方に行くと、はいはい、いるものが変わるから夜の神社は良くないみたいなお話があるんだけど、なんかね、誰だったかな、ちょっと詳細忘れちゃったんですけど、一人の投稿者の方っていうのが、はい、沖縄のどこって言ったかな、あの有名なね、どっかの島、はい、なんとか島って、もう多分あそうそれそれっていう感じのところなんだけど、はい、まあ、に行って行った時があったんですって、はい、で行った時になんかわかんないけどぎっくり腰になってしまった。でぎっくり腰になってしまった時に、この同行していた友達っていうのが非常にスピリチュアルな方で、そして霊感が強い、はい、で、あ、ぎっくりになっちゃったんだって言って、あ、じゃあ今から行こうって言って、なんかね、16時ぐらいの夕方前の時間だったんだけど、はいはいはい、行こうって言うから、え、どこに行ってたの、大丈夫だからって言って運転して連れてってくれるんだって、でもぎっくり腰なんですよ、で結構ね、悪路を通って山道行くんだって、はいはい、え、病院連れてってくれるのと思いきや、悪路だからもうめちゃめちゃ痛いと、痛い、はい、いや何何と思ってたら、すごくね、ここって言ってものすごく綺麗なパワースポットみたいな場所に連れてってくれたんだって、はい、で池があって、はい、木が立ってて、すごいなんかね、あ、パッて入っただけで確かにここ素敵って思うような場所なの。なるほど。でここの、 あの川のところに入って、この水っていうのを自分の幹部のところにやって、はい、神様にお願いしてみてって言うと、でなんだそれはと、本当かよみたくやったら、なんか実際嘘のように治った、治ったじゃんみたく言って、はい、でうわここすごい場所だねって言って、その人が個人的に見つけてきたすごいパワーがある場所であると。あ、個人的な場所なんですね。そうで、私しか多分知らないところだと思う、周り本当に人がいない山の中らしいんですよ、でなんかね、あのその方曰くですよ、はい、あのほら見て見て、意識を研ぎ澄ませて、ほら妖精がいるからって、妖精が飛んでるらしいのよ。その方曰くだよ、はい、でほらあれなんか見やすいから、多分見やすいと思うとか言って教えてくれるんだけど全く見えないのよ、星感覚でそうあれだったらわかるでしょうみたいな、でも私は見えないってなったんだけど、でそこに着いたのがもう夕方ぐらいに差し掛かってきた時に、その方っていうのが、あ、もう戻ろうって言うと、はい、もうちょっとね、夜になってもここ痛いぐらい素敵な場所だよってね言ったら、ここは夕方になるといるものが変わるから、あ、なるほど、ここの場所を管理している神様みたいなのが変わって、はい、夜は良くないのが来ちゃうから、神様も変われって言ってるから出てた方がいいよってこと言うから行こうって言って、なんかバーって教会行ったっていう。でも本当にね、そういう時間帯によってはすごく効く、なんだろう、場所、なんか万病に効くようなところがあるけど、でも時間帯によっては何かっていうのを聞いてたんで、お寺もすごいな、どうなんだろうねとか、まあことその神社につきましてはあれなんじゃないですかね、まあ日が出てる時と、まあ天照さんと月読みさんでまた、支配する時間が違うから、もう完全に世界が違うかもね、はい、我々はその実つなぎのその時間でしか生きてないけど、だからね、あっちの感覚からすると人間のそういう感覚とはまたね、また違いものなんだろうなとちょっと思ったりしますよね。いやでもその個人的なパワースポットを見つけるってすごいですね。いや、そうそう、すごいなと思って。でチェリーブロッサムさん、もう一話あります、はい、私は5人の子供の母ですと、でこれは3番目の次女出産した直後のことでしたと、
無事生まれましたよと、元気な女の子です、とても可愛いですよと助産師さんが言った言葉を聞いたと同時に私は意識が遠のいてしまいましたと、はい、一気に意識がなくなって目が開けられないんだって、うん、で頭の中であれ今何が起きているんだろう、顔を叩かれてる感じもするな、ん、うん、何やってるんだ周りと思った瞬間、私は私自身が自分の体にいないことに気がついた。おで見えるのは不思議なことに分娩台の天井に背を向け自分の体をじっと見ている光景である。なんだこの光景、そう思ってただただ見ていた。周りの医師や看護師さん助産師さんたちが大慌てしてると、うん、で私の顔を医師が思いっきりこう叩きながら心臓マッサージして、ね、何々さん何々さん聞こえるって耳元で懸命に呼んでると、はい、でこれ〇〇ってなってるけど薬の名前ですね、はい、何々何々をどんどん追加して早くって言って医師も指示を出してると、医師がものすごい剣幕で周りの人に言っています。私は何をしているのか何をやっているのかさっぱり分からず、今となってみれば自分のことなのに全くの他人の方の処置を見ているかのようでした、うん、体を揺らしてもまるで人形のようにしか動かない自分、かすかに耳の遠くに医師の声が聞こえている程度だった。で私は不意にですね、はい、あれ私このままだともしかしたら死ぬのかなと思ったその時に、はい、私は天井から体に急に戻ることがスッてできたんだ。おおよそ20分ぐらい幽体離脱をしていたようですと。で息を吹き返してゲホってことの言って言ったら、はい、医師がね今行っちゃうと思ったでしょう、でもねそう簡単には行かせないんだよな、うん、はっはーって大笑いしながらなんか貫禄を見せていたその後は通常の、産後の手当も受けてしばらく安静ということになりましたが、出血も少量でしたし分娩時間も30分もかかっておらず、うん、なんでそうなってしまったのか何が原因だったのか全く分かりませんでした。その次女今年で26歳の誕生日を迎えております。健康でいてくれることが親としては何よりの宝物です。なるほど、出産の時にやっぱり命をねこう紡いでいくっていうことは、まあ、結構母体にとっては紙一重な部分っていうのがやっぱあるんでしょうね。現代でもやっぱそういうやっぱ危ういところっていうのはあるんだろうね。だって本当にこれだけ医療みたいなものっていうのが発達してて無痛分娩だなんだって言ってる時代にでもタイミングでね母子ともに亡くなるっていうこともあるでしょうし、で、まあ、こういう幽体離脱、幽体離脱は本当に戻れるっていう確約があるんだったらしてみたいなと思いますよね。はい、そうですよね。なったことある？いや、ないないよね。だから幽体離脱したことありますかって100人に聞いて1人ぐらいいんのかな、アンケートみたいなの取ってみたら。どうなんですかね。いやだから僕らここの投稿会談ってある人の話しかそうなんです、はい、100% あるじゃないですか。もちろんそうなんですよ。だから、はい、俺らはこういうのに日々接してるから、はい、なんかこの幽体離脱ってあるよね、うんうん、みたくなるけど、はい、体験してる人ってめっちゃ少ないんだろうね。いやだって、うん、変わり者ですよいやいやそんなこと言い出したらまあそうだよね、はい、確かにそんなこともあるけども、でも無事に、うん、助かって娘さんと元気にというところで、はい、お答えありがとうございます、はい、では、続いてがですね、こんにちは、はい、いつもバーにも来てくれてますハゲナマコさん、あ、ありがとうございます。あのね、まあ、階段というか、はい、ちょっとしたなんだろうこんなこともあるぜみたいな話です。心霊現象と言われる一つは技術的に説明可能だとお知らせしたく投稿しました、うん、もちろん本当の心霊現象を説明するものではありません、はい、で今回お話しするのはその場にいない人の声や、いわゆるお経を読む読経ですね、はい、赤ん坊の泣き声が聞こえる現象についてですと。なるほど。七不思議さん、そしてチャンネルをご覧の皆さんはパラメトリックスピーカーというものをご存知でしょうかと。はいはい、知らないと思います。 あれですねって僕は思いますよ僕知らないですけど、それは超音波を、搬送波と呼ばれるものに搬送波に使う超指向性のスピーカーというものがあるらしいんですよ、うんうん、はいはい、で特定の範囲だけに音が聞こえて、さらに距離による音の減衰がかなり少ないスピーカーですと。そしてスピーカーの有効範囲から少しでもずれると音が聞こえなくなる、うん、そういったもので、
海外では博物館の展示物の説明用などに使われておりますと。で、ある展示物の前に行くとその展示物専用の説明が聞こえ、隣の展示物に行くと隣の展示物専用の説明が聞こえるといった感じですと。これ多少高価なんですけど、日本でも個人で購入できますと。商品によってはスマホと連動も可能なんですと。もうお分かりでしょうと。夜景が見えるスポットでデートしているカップルにパラメトリックスピーカーを向けて、スマホから誰かの声や読経、赤ん坊の泣き声を再生すれば、その場にいない人の声や読経、赤ん坊の泣き声が聞こえる現象の出来上がりなんですと。製品にもよりますが、200メートルぐらい離れても十分に音は聞こえますと。離れた場所から隠れていたずらを仕掛けてもバレませんと。私は実際にこのいたずらをしている人を知っていますと。彼は心霊スポットに出かけては肝試しに来た人にこのいたずらを仕掛けて驚く様を見て楽しんでいるそうです。ほー、なるほど。何ですかこの、ね、あ、面白いって言っていいのかまあそういったものがあるんですね。要するにあのその波長位相を半位相で消してそのポイントだけに聞かせることができるっていう。そうみたいですね。だから遠くからでもそれが 200m ぐらい離れても、まあ、操作というかそういったものが可能であるので、まあ、スマホでちょこちょこってやって、なんか心霊スポット怖いね、怖いねとか言って、あ、なんか聞こえる、あ、赤ちゃんの声だみたいな、やっぱここって怖いところだよねみたいのでいたずらをする人がいるらしいですどこでやってんだよそれ、ハゲナマコさん。このいや、すごいですね。お友達なんですかね、わからないですけど。ただ僕のその友達も、あの心霊スポットっていうか、まあ明かりが何もない、うち、まあ、1個だけあのトンネルがあって、はい、でそこで結構そのなんかその身投げじゃないですか、あの事故で死んじゃったりする人がいるんですよ、うん、でそれの近くで、まあ、うち海岸線なんですよね、はい、でちょうどそこカーブであって、うん、でそこのカーブからこう海にこうヒュッて、行くんですけど、うんうん、そこ、まあ、テトラポットがあって、うん、でテトラポットでのところってこう登、うん、るところがあるじゃないですか、ね、普通に、はい、うんうん、あそこにあの隠れて首だけ出して5人ぐらい並んでたりとか、いや、それは怖いなするやつを。なるほどね、はい、いや、いたずらっちゅうやつだよね、はい、普通に、はい、何も知らない人が、はい、見たらもうそのままライトでパッてそれが浮き上がるから、うわー、生首が5つも並んでる、みんなキキーって止まるらしいですけど、いや、怖いでしょそれは。確かに、だかそういう場所で、はい、だ幽霊の正体見たり、カローバナみたいなことじゃないけど、はい、なんかそういったものっていうのは心霊スポットは特にやる人は多いのかもしれないよね。いや、でもわざわざあの心霊スポットに心霊を現象を見に行くんじゃなくて、肝試しに行くんじゃなくて、うん、驚かせに行くって、いやー、すごい水郷だなと思うよね、はあ、そんなことやる時間あるんだってよっぽど時間ある人ですよね、それはね。いや、そうですよね。いや、まあ、老後の楽しみなのかな。いや、わからないこれはわかんないけど、でも、はあ、そういう風に仕掛けに来た人が本当の心霊体験とかするんじゃないかな。あ、そうですね、うん、なんかお給を据えられるようなことがね、いつかあるんじゃないかなって僕はちょっと思っておりますね。では最後にこれいきましょうか、はい、テンタコルスさん、以前もですね、ケンゴとこうやって読むときにテンタコさんご紹介して、はい、まあ、除霊などができる男性の方なんですよ、はい、で師匠と呼ばれるような方にも、はい、支持してもらってると。でご友人も霊感が強い方がいらっしゃる。で今回は初めて自分が条霊に関わった際のお話を聞いてください、はい、霊感がめちゃめちゃ強い後輩の Y 君がいると、はい、で行動をね、まあ、よく共にするようになった、うん、頃ですと、はい、その日も朝8時くらいに通勤のため車で普段の国道を通っていた、はい、と突然耳鳴りが聞こえてきて、それに伴い頭痛も併発したと、うん、でその日から数日間時折来る頭痛が続いて、このことをね、後輩のワイクに話したところ、うん、まあ、2人の共通の霊関係の、まあ、師匠がいるから、うん、師匠に聞いてみますかって、まあ、そんなような返答があった、うん、師匠とは後輩 Y の霊的アドバイザーの方ですと、うん、で当時はこういうことも霊的なこととして考えるのかってちょっとね、テンタコさん疑問だったんですって、うん、だけどまあ物は試しで Y が電話で師匠にその状況を伝えた、うん、そしたらその師匠が言うと、はい、
天田子さんは通勤中にトンネル通るでしょ、うん、その近くで亡くなった方が天田子さんについてきてるねということを師匠言うと。で、天田子さんなりに会話する方法があるはずだから、うん、聞いてみるといいよってな、聞いてみるといいよって結構無茶ぶりで、まあ、電話が終わったと、はい、いや霊と会話ってどうすんだよと、うん、憤る自分にその後輩の Y 君は冷静に多分できますよってなんか一言言った、うん、で自分なりに過去の経験っていうのね、今までの心霊体験っていうのを思い返したり、あれやこれやと試行錯誤して方法を探してイエスの程度だったら自分でも判断できるっていう方法をなんとかご自身で天田子さんは見つけたそうなんですよ。でそこからまあ紆余曲折ありながらいろいろとその、はい、いつも通るトンネルのその心霊現象、うん、はい、その霊っていうのに対していろいろとイエスノーで探っていた結果、はい、自分に取り付いているのはおばあさんである、トンネル近くのお家で亡くなった方である、はい、葬儀供養はしてあるけれども最近は家が放置されていて親族など誰も供養に来ないというそんな方だ。で波長のあった天田子さんに話しかけてきたから、でおそらく改善供養っていうのを求めてるんじゃないかなってことが、まあ、分かったと、はい、で自分で探った件なので自信を持てず日を改めて Y を通して師匠に連絡することにしました、はい、でその次の日ものすごい頭痛に私は見舞われたんです、はい、肩も重い、何やら頭もクラクラする、これおかしい、昨夜の見立て間違えたのか、それで霊が起こっているのかもしれない、うん、で今のこの状況、頭が痛かったりする状況を Y に伝えたらすぐ師匠に連絡してくれたようで、うん、返す刀で返答というのが師匠からあった、はい、トンネルの近くから別の霊が2体あなたについてきて、今朝もトンネル通ったってことを聞かれた、もちろん通勤で使う道なので通っていたのは確かなんですと。でその日の夜も自分なりに探りに探りすると、女性が1人、男性が1人、おばあちゃんが1人、あの場所は何かがあるのかなという疑問が自分の中で強くなりました、うん、当時の通勤路は職場までトンネルを3つ通ってたどり着くんですけども、実はトンネルのある場所は遊ぶところもなく詳しく知っているわけではなかったんですと。何かヒントないかと Google マップのストリートビューでその周辺を散策していくと、無人の H 駅、はい、でもここは特に何もなかった、はい、小さな港、 H 漁港の駐車場、うん、そこに停車している黒のステップワゴンの窓、ここに何かが映り込んでいると、うん、さらに駐車場に立っている電信柱の周辺がよどんで映っているなど、ここには多分何かあるんじゃないかと確信して再度自分なりに探っていったと、うん、そして自分についている者たちが何者なのかかなり分かってきたと、はい、女性で青森県出身、1970年代、20代で仙台市へ転居、水商売をしていたと、うん、で店を構えることになるもトラブルに巻き込まれて35歳の時に外国人に命を奪われる、うん、で内容がお酒を飲まされ酩酊して監禁された後刺されたんじゃないかっていうところね。でその後遺体を H 漁港へ遺棄された、事件として扱われたかは現在では不明である、で外国人は別件で逮捕されていると。でその他自分についている男性、これは宮城県出身だと、理由は不明だが自殺しようとしてトンネルの上の山の木で首を吊るけど枝が折れて1回失敗している、そのまま山の崖から海へ飛び込んで絶命、1990年代の方。ここまで自分で頑張って探ったんです、はい、で師匠に連絡してすり合わせをしてみると、うん、ほぼ間違いないねということが判明した。で特に供養を望んでいるのはその女性の方だそうなんですよね、はい、H 漁港へ遺棄されてしまったという。で手順を聞いてみると現地での供養が必要だったため週末に後輩 Y を連れて行ってくることになりました、震災後の修復工事によりきれいに整地、これ現場のね、天田子さんのこの地元のお話なので東北の、方です、震災後の修復工事によりきれいに整地、整備された漁港の駐車場は空き地が多く停車している車もちらほらで人目につかない様子でした。でまずはじめに自死された男性の供養、師匠と電話をつなぎながら指示された通りに手順を進め、しかるべき場所へ導かれるのを私は確認しました。続いて女性、先ほど経緯を書きましたが実は師匠と会話をしていた様子でいろいろと込み入った話を聞かせてくれましたと。当時の彼女は華やかな街に憧れて東北でも都会だった仙台市へ越してきて飲食店や飲み屋さんなどで働いていたと。そんな中知り合いの勧めで自分の店を持つ話が出たそうなんですけど、その辺りでね、事件に巻き込まれたとのことであると。
また彼女が遺棄された H 校は一時心霊スポットとして若者が集っていた時期があったらしく、その周辺に元からいる霊が起こっているとも伝えられたと。でそんな彼女の供養、クルーザーが停泊している港の出先あたりで線香を焚きながら、後輩が東西南北へ般若心経をつぶやき、お茶を備え、手を合わせ、そうこうしているうちに電話口で師匠からもうその霊がね、ありがとうって伝えてきてる、そろそろ上に上がっていくみたいだねって師匠が言ってくれた。その言葉の直後、突然粉雪が舞い始めました。自分もなんとなく霊体が叱るべきところへ行くときはこんな感じなのかなと感慨深くなっていたとき、港の向かいにある崖の岩肌に女性の顔が浮かんできたんですと。左斜め上を向きながら口元に微笑みをたたえている、品の良さそうな美形の女性でした。良い意味で鳥肌が立ったのを記憶しております。こうして供養が終わって帰宅した後はなぜかぐっすり私は寝ることができたんですと。で翌日、目が覚めたら左の奥歯に激痛が走ると。もともと噛み合わせは良くない方だったんだけど、虫歯は一本もないんで歯の痛みには違和感を覚えた。その時に、あ、そうだと、男性は供養した、女性も供養した、でも一番最初に俺についてたのはおばあさんなんですよ、あ、おばあさんの供養を忘れてた、そもそも最初にコンタクトを取ってきたのはおばあさんだったのに、後からついてきた2人に気を取られてすっかり忘れていたことに対してのお怒りとして吐いたでお知らせしてきたようでした。でその日の夜に謝罪後改善供養というのをさせていただきました、この後師匠と初めて会うことになるきっかけとして憑依初体験など細々とした話がいろいろありますので、これからも投稿させていただきたいですというところです。すごいです。すごいですよ、すごくね、東北にお住まいの方でいろんな体験されてきて、これが一番最初のそういうなんか条例条例に関することだったっていうところなんですけど、個人的にはね、この投稿をいただきながらも天田子さんは猫が大好きなんですよ。あ、なるほど、はい、でもともと飼っていたにゃんこちゃんプラス、野良猫であったりっていうのを、自分のところにお迎えしてですね、ちゃんと育ってますよっていうのを、で僕も DM とかでやり取りさせていただいて、いつもなんか写真とか送っていただいて、可愛いですねみたいな。だからなんかそういう心霊に結構そういう造形が深い人って、猫が好きな方とか動物に対してやっぱすごく優しい方が多いなっていう印象があります。だから多分犬猫、で、あと蛇とかいったそういったものの恨みみたいな話もあるじゃないですか、だからまあそういった生き物の命も大事にする方が、っていう印象が僕の中ですごくあるんでね、でもトンネル通っただけ、いやだからその天太子さんとかは分かるかもしれないですけど、僕らも知らずにもらってんのかなっていうのが、いやあるんじゃないの、いやだいやだからなんかどっかよく分かんないところとか通っただけで、この人なら話が分かってくれそうだなみたいな。あ、ちょっと俺スキンヘッドだからちょっとお坊さんと間違えられて来られると お経を備えてくれるかなみたいな、あげてくれるかなとか、あとまあなんか健吾に言えば大丈夫かなみたいなもうこのウェンズデの中でもとりあえず困ったら健吾さんに聞こうみたいで寄ってくるわけですよ。何の生き量だろうフレンドリーの生き量とかフレとかもね、フレが寄ってくるように寄ってきやすい人はもしかしたらいる、頼りがいがあるとか多分そういうところなんじゃないの。だから今日月曜なのに疲れてんのかなはいはい、一つ目、お猿のジョージさんからいただきました。ありがとうございます。昔からですね、実家で不思議なことが起きるんです、みんな寝てんのに台所に人がいたり、畳を歩いている音がしたり、風で寝込んでいた時に押し入れに背を向けて寝ていると背後に人の気配がしたかと思うと背中に何かが入ってくる感覚があったり、長いことを今頑張って言いましたね、霊感がある友達のね話では霊道が通っているよと。まあ、でね、その、ね、背中にこうね、こう来た幽霊とこう接したがために霊感が強くなっちゃったっていうね、あ、なるほど、感じになってきてるんですって。で、結婚で引っ越した先では女性の霊が常にいてて、で、男性の霊が2人ほど入れ替わりで来る物件だったんですと。旦那が帰ってきていないのに背後に気配を感じたり、心霊番組見てると部屋の空気が変わったり。今は夫婦で私の実家で暮らしているのでだいぶマシになったんですけども、今でも人の霊を連れて帰る厄介な体質だったりもしますと。なるほど、はい、
霊道の話ってたくさんありますけどね、うん、なんか俺も最近自分の昔の投稿会談いただいたやつとかをなんかいろんな話あったなって整理してたんですよ、うん、その以前いただいてたお話で、新しいとこ住んだと、うん、アパートかマンションか住んだ、うん、近所の住んでる、霊の分かる方にいろいろ見てもらったら、うん、まあ、この部屋霊道が通ってるから、うん、その霊道の通り道に家具を置かないようにってことをね、うんうん、言われたと、うん、で、それに配慮していろいろやったんですっていう投稿のやつをもらってたんですけど、家具ってダメなんだなと思うんですよ。で、なんかね、襖を必ずお母さん開けとくんだって、うん、なんか襖っていうかなんかこの入り口の扉の襖をね、うんうん、で、それっていうのも霊が通れるようにしてると、うんうん、で、死んだばっかりの霊っていうのは、うん、なんかね、ここが閉まってると、うん、バンってなんかぶつかったりとかすると、うんうん、死にたてでよくわからない例は、なんかぶつかったりするのがいるんです、みたいなのがあったんだけど。壁はいいと思うよね。そうなの、ね。家具の前に壁を通り抜けてきてるわけじゃん。うん、なぜダメなんでしょう、その、材質の違いとか。なんかさ、俺、いろんなね、その、理由としてさ、例えば、霊がこう通ってくるから、鬱陶しいなって感じて、まあ、うちの親父パターンでね、はいはい、今日も多いところも、その意図があるじゃない。うん、通んなよっていう意思を、はい、やめろと。それやったらわかるんですよ。でも、常にね、そこ通ってる幽霊、壁はと思うし、どう思う？ね、ふすま閉まってたら、引き返すのもちょっと俺分かれへんし。そう。それでぶつかるっていうのは、そうなんだよ。タンスを置いたからっつって。なんでダメなんだろうな、というか。うん。だからその前に壁はって思っちゃうよね。うん。こういう部分って。通れるけど、何かがあると、ちょっと感じ悪いのかな。いやー。気持ちの問題？そう。いや、通れるけど、置く？ここ。じゃあ、通れや、もう、そう、言わん。いや、通れるんだよ。通れるんでしょ？通れるんだけど、置く？ここ。いや、どうしよう。いや、除霊しよう。みたいなことしか思いつかないんだよね。そうなんだよね。霊法に関してって謎ですよね。続きまして、はいはい、バツ3万です。増えないように祈りますけども、私が高2ぐらいの時ですね、はい、クラスメートで S という、いたんですけども、うん、まあ、仲良かったんです。で、U の家にいつもね、放課後遊びに行ってました、はい、で、中学生の妹がいるらしいんですけど、うん、妹もまだ帰ってきてなかったです、はい、で、私と S と U は2階の U の部屋に行ってゲームしてました、うんうん、そしたら U がですね、お菓子とジュース持ってくるわって言って1階降りて行ったんですね、はいはい、で、S はゲーム夢中だったんです。うん。で、私はなんか漫画とか読んでね、5時間潰したんですけど、あれ、言う遅いなってなったんですよ。はいはい。で、1階の玄関の方でですね、うん、妹が飼い犬とじゃれてるような声が聞こえてきたんですね。そうなんだ。で、S も聞こえてて、あ、妹帰ってきたんやなって。うん、で、2人で喋ってました。そしたら、はい、ユウがですね、お待たせっつってお菓子とジュース持ってきたんですね、うん、でも遅えよって言うじゃない、うん、言うね、でジュース飲んでお菓子つまみながらゲームね、こうしてたんですけど、うん、ユウはですね、自分のベッドに横になりながら漫画読んでたから、ああ、そういえばお前妹帰ってきたんでしょ、ああ、犬とさっきなんか喋ってた、いやいやいや、帰ってきてねえよ、っつって、うん、で、まあまあそれだけの話なんですけど、私も S もはっきりと妹さんのような声聞いたので、なんとも不思議なんですと、ね、で、この U の部屋、ちょいちょい不可思議な現象が起きていたようで、いろいろとありますと、何なんでしょうね、あの声はと。友達の家に行った時に、なんかこう変だなこことか思ったりしたことは僕もありましたね、うん、なんか使ってないんだけど、おばあちゃんが入っちゃいけないって言われたから、ここは家族が誰も入らないようにしてるっていう部屋がある友達がいましたね、うん、今考えてみたら、はあはあ、そう、マンションに住んでたやつなんだけど、うん、入ってすぐの右手ぐらいのところ確か部屋があって、うん、で、なんかそこに俺が一回ね、トイレかなんかに行くんで入ろうとしたら、そいつに、いや違う、そこダメって言われて、なんでなんでっつったら、いや、ここはばあちゃんが入っちゃいけないって言ってる部屋なんだ、いやマジかよみたいな。で、ばあちゃんは住んでないんですよ。で、おばあちゃんが、遠く離れたところに住んでるんだけど、うん、なんかね、そいつの家に来た時に、ここの部屋使わない方がいいみたいなことを言われたから、使わないようにしてるんだって言って。何やろ。で、本人曰く、いや、多分例なのかな。
物置見たくなってはいるから、うんうん、なんかそれを取り出す時にぐらい入るんだけど、とか言ってて、え、それ結局何なのって言って、いや、わかんないの。結局何だかわかんないんだけど、そう覚えてるね。そこを、ね、その友達がいない時に開けたりしたら、シャレコアの始まりですよね。なるほどね。シャレコアの第一歩だ。第一歩だよ。ああ。これが、シャレコアの第一歩。ああ。あいつ、この部屋ダメだって言ってたよな、みたいな。あれなんでだろう、そう。開けると、何かがあるんだよね。ばあちゃん登場。開けるなと言っただろう。いや、遠くに住んでんの。開けるなと言ったら。ちょうど来るんだろうね、ここはね。タイミングが来る。はい、なんかちょっとそんな思い出しました。続きまして、ゆっこさんからいただきました。ゆっこさん。ほんの数日前なんです。うん、4歳の息子は通う保育園で、はい、おもちゃを誤飲し、救急車で運ばれました。あー、飲んじゃったんだ。病院へ到着、救急で運ばれた人だけが通される待合室で、はい、息子の処置、そして診察を待っていました。うん、そこには一人、30代の女性がですね、一人で座ってて、なんか一人でね、独り言言ってるんですね。は、うん、で、独り言やのに、ブツブツというより、ペラペラなんです。あー、ちょっと珍しいですね。しかも声がちょっと大きめでね。聞こえちゃうね。しょうがないな。しょうがない。うん。しょうがない。早く電話しなくちゃね。早く電話しなくちゃ。うん。笑っちゃう。言ってるんですよね。はいはい。ねえ、なんか気になって仕方がないと。はい、そこへ病院のスタッフの方がですね、他のご家族の方は呼んでくださいとお願いしていたところで、私は息子を見てくれる先生から呼ばれてその場を後にしました、はいはい、幸い息子は大事に至らずですね、まあまあレントゲンとか取らなあかんから、うん、しばらく待ち合わせでね一人で回ってたんです、うんうん、そしたらさっきの女性とですね、その母親と見られる方が2人座ってて、うん、今度は2人でですね、今までひどかったんだからさ、死んでよかったのよ、そうよ、これでよかったんだよ、みたいな、ちょっと物騒な話題がね、はい、私の耳に入ってきたと、はいはい、そんな中、うん、私服の警察の方が4人でそこへやってきました、うん、〇〇さんのご家族の方でよろしいですかと聞かれた途端にですね、うん、娘さん30代だと思いますがですね、今から相番から電話が来るんで移植を急がないといけないのと興奮して騒ぎ出しました。なるほど。警察の方は落ち着いてくださいと、うん、人が亡くなった場合は事故なのか病気なのか何があったのか お伺いしなきゃいけないことがね、いろいろあってね、そういうこと聞かないといけない決まりなんですよと、うんうん、ご協力いただけますか、少しお話ししたいので別のお部屋に移動してもらえてもいいですかみたいなね、うんうん、優しい口調で誘導するように娘さんをどっか連れて行きました。はい。で、そこに残された高齢の70代ぐらいのお母さん、うん、でそこにも警察の方が来まして、お母さんにも少しお伺いしたいことがと言ってね、うん、で警察の方が娘さんがアイバンクがと言っていましたが、うん、どういうお話なんですかと、はい、10年前にレーシックの手術を失敗したとかで角膜が欲しいって言ってたんですよね。あ、それは今亡くなったお父さんの角膜を移植するっていう話ですか、うん、提供するという記載はご家族さん全員がご存知でしたか、お話し合いがあったんですか、うん、いや私はそうしようってなったと娘から聞いただけでね、うん、でも娘も普段からあんな感じで障害があるからあまり会話にならないんですよ。では質問変えさせてください、うん、お父さんはいつから糖尿病を患っていましたか、うん、ご自身でお薬の管理はされていましたか、うん、結構前からですね、薬は、うん、私も全然わからないんでね、自分で管理してたんじゃないですか。あ、ではお父さんが倒れた時はそこに娘さんしかいなかったということですね、うん、どこにいらっしゃったんですか。買い物に出ていました、うん、お父さんが倒れたと救急車を呼んだ時に娘さんしかそこにいなかったのに、お母さんの携帯電話から通報があったんですけど、それは何でですか、うん、携帯忘れちゃったのかね。娘の携帯の電池がなかったとかで私の携帯からかけたみたいですよ、うん、なるほど、終わりました。そこまで聞いて大体概要が見えてきたんですけども、うんうん、そこに娘さんに付き添っていた警察の方が戻ってきて、うん、娘さんちょっと動揺してしまってて、お話がちょっと分かりづらいので少し時間かけようかと思うんです、うん、とりあえず角膜については病院さんから説明してもらって、からお話また聞きたいので、お母さんはもうしばらくここでお待ちいただいてもよろしいですか。あと一つ、娘さんの現在の視力どのくらいですか。私の知ってる限り 0.01 とか言ってたかな。あー、なるほど、見えてはいるんですね、わかりました。
ここで息子が全ての処置を終えて私たち親子は帰ることになったんです、うん、警察の方がですね、うん、病院の方へこう行く時にこう娘さんをですねこうちょっと連れて行ってですね、うん、こうまた話があるみたいなことやってて、で、うん、私たち親子が外に出る時はお母さんが一人でですね、うん、一人ね待ち合室で、うん、なんかこう泣いてるなって思ったんですって、うん、あお父さん亡くなって悲しいのかなと思ったんだけど、まあ、悲しい気持ちって笑ってるんです。これは恐ろしい。とんでもない事件か事故かがこう聞こえてきたことで、いやもうトータルとして最後お母さん笑ってるやんってなって、悶々としちゃいましたと。インスリンの過剰摂取で倒れたらしいんですね。で病院から警察に通報があって、娘さんお父さんが亡くなったことによって角膜を取り出して、はい、早く私に移植してほしいと騒いどると、うんうんうん、お母さんは全てにおいて何もわからないと主張していると、うん、何よりこれで良かったんだと二人で話している会話も私は聞いてますと。そうですね。トータル怖いやないかいと。家族間の。なんかね。ねえ、ねじれてる家族だったんでしょうっていう。でもその最後に一人残ったおばあちゃんがっていうのは非常に怖いですよね。なんか、何、こうしてると思ったけどこうしてたっていうのは非常に怖いなって。っていう階段の中の一つのでありますけど、うん、全然関係ないけど、はい、誤飲って最初にあったじゃないですか、うん、僕も昔ありましたね。自分の友達がなんか飲んじゃって大変だって思い出しました。そういえば小学校の低学年ぐらいだったと思うけど、金消し飲んじゃったんだよね。うわぁ、そこそこの大きさやね。そう。で、金消しを、なんか、なんで飲んじゃったのかわかんないけど、なんか、うわ、気持ち悪いとか言い出して、で、救急車を呼ぼうみたいになったんですよ。うん、で、友達の家にいて、友達がその金消し飲んで、うん、気持ち悪い。じゃあ、救急車。で、なんか、隊員の人とかが来て、で、そこでのやりとりがまた滑稽だったんです。なんか、うん、何飲んだの、うん、みたく言われて、うん、で、お母さんが、筋肉マンの、うん、アリゲーターを、スニゲーター、そう、アリゲーターをって言ったら、はい、飲んだ方に、はい、スニゲーターいや、どうでもいいと、そんなもん、ね、でもの、自分で飲んだものを、正確にスニゲーター、アリゲーターじゃないよって言うの、ね、そうそう、今そんなこといいよってお母さんが言ったら、もうちょっと、スニーカーに変身するやつ。いや、スニーゲーター、悪魔超人のやつっていうのはね、ちょっと思い出しましたね。誤飲じゃないんですけど、はいはい、うちの妹もね、幼稚園の時に、うん、未だに覚えてるんですけど、夕方やったかな、おかんが、パシャなんでそんな鼻硬いのって言ってたんですよ。鼻硬いの、うん、意味わかんないじゃないですか。よくわからない。鼻硬いって何っつって、うん。そしたら幼稚園生のね、この妹が、なんか鼻こうやって隠してるんですよ。ね、うん、こうやって隠してる。ねえ、あんた何鼻隠してんのって。で、なんでこの魚が硬いのっつって。ね。で、俺触ったんですよ。うん、パンパンなんですよ。え、なんでどうしたの。石を鼻に入れたの、入れちゃってて。うわ、で、それを妹、取れへんから。で、おかん、そんなんで怒るからさ。めっちゃ怒るやん。鼻カタカタだけで怒るから。ね。だから鼻硬いって。そう。ね。普通鼻カタカタらどうしたんとか。いや、鼻硬いってなんだよ。なんであんそんな鼻硬いのって思ってたから。いや、そう、そう。ワードがおかしいんだよ、ね。怒るから、妹は言われへんねやでってね。うん。小学生ながらの俺は諭そうとしたんですけど、おかんは鼻が硬いことで怒ってるもんから。いや、そのワードは。なんで鼻が硬いの？いや、なんで入れたのってこと言え。鼻硬いのってなんで？で、病院行って鼻からね、こう石出てきたんですけど、これぐらいの石入ってほしい。うわー、なんで入れちゃったんだろうね。興味津々で結構いるんですって、子供。あー、でもいたわ。ビー玉入れちゃったやつみたいな、ね、そういえばなんか。そうそうそう、あー、怖いですね。ありますよね。子供はね、やっちゃいますからね。続きまして、はい、筋肉心さんからいただきました。ありがとうございます。霊感などはないと思うんですが、うん、今までで心霊体験3回あるんです。あるで、そのうちの1個、うんうん。はい。私は長崎県の、とある飲食店で店長をしてまして。はい。で、月に1回の棚卸しの日。あ、棚卸し。部下の N さんと2人で棚卸してましたと。はい。で、大体、まあまあ、0時ぐらいに終わると。うん。てっぺん回るぐらいでね。ね、で、棚卸しも終わって一息つこうと、二人タバコ吸いながら、まあ世間話してた。
あー忘れてたなっつって仕事思い出したんで、うん、でそれをやろうと、うん、2人で言ってまた仕事に戻ろうとした時にブルルッ電話鳴ってきた、うん、だいたい時間は1時前後ですね、はい、でこの電話予想通りの電話でした。いつもこの時間になると警備会社から警備ボタンを押されてないですがまだ時間かかりますかと。なるほどね、まだ少し作業残ってたんで、うん、今すぐには店出れないんですっつって、うんうん、電話切ったんですね、はい、でそっから仕事が終わって翌日が休みだったので2人でそのまま話したんです、うんうん、で N さんは1時半頃までダラダラ仕事をしてるようなやつでね、うん、本来だったら24時に終わるような仕事だけども電話しながらとかダラダラやるようなやつなんですね、うんうん、で夜中の飲食店ポルターガイスト的なことがよく起こると聞いてたんです。おう。で私も夜中まで時間がかかった時はキッチンからですね、うん、なんかそういう音とか聞こえたりする時あったんで、そうなんだ。で早めに帰る、ようにしてたんです、はい、で N さんにね、帰る準備しながら聞いてみたんです、うん、夜中までいつも仕事してるけどなんか音とかするっつって、うん、ああたまにキッチンから音しますよ。ああそう。明らかにね、子供の歩幅で足音がしますね。怖いでしょそんなんつって。そしたらあんま気にしてないですみたいな。で、そういうのね世間話しながらもうあ2時だねつって、まあプロロって電話かかってきたんですね。うん、でさっき警備電話からあったよな、ね、電話まだかかるって言ってたよなと、うん。そしたらあねこの電話ちょっと怖くなってきて、うん、ちょっと出ない方がいいんじゃねみたいな。なるほど。今のこの流れでこの電話って幽霊なんじゃねえの怖いと。そしたら N さん電話出たんです。出ちゃった。ああこいつやべえと思いながら、うん、もうね何々電話気になってたんです。そしたら、うん、N さん首かしげてるんです、うん、え誰って聞いたら、うん、ずっと首かしげてるんです、うん、でいや誰よと、うん、ね大きめな声で聞いたらピッツスピーカーにしだしたんですよ。そしたら、うん、そのこっちからね聞こえてくるそのスピーカーの音ザー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 っていうなんかノイズの、なんか音がずっと聞こえてて、でブツってね電話切れたんで、で帰り道 N さんになんで首かしげて止まってたのって聞いたら、うん、いや俺聞こえたのあのザーザーの奥からなんか喋ってる声聞こえたんですよ。あらららら。でスピーカーにしたら聞こえるかなと思ってスピーカーにしたんですよ、うん、聞こえなかったですか。いや何も聞こえないよ。そうそうそう聞こえなかったでしょ。であれ何だったんだろうねという話から1年後ですね、はあ、うちの店舗で働くことになった小平が一人いてるらしいんですけども、うん、霊感があったらしくてですね、うん、で、ここお化けいるって聞いてみたんですって、はいはいはい、そしたら、うん、あ子供がいますよ子供ね、なんか走り回ってますね。足音がするって言ってたね、うん、だからあの電話って子供のねいたずらだったんじゃないかなと。あそこで霊感が強いスタッフが入ってきたからあのことが紐づいたよっていうお話ですけども、でもザーザーの奥からほんね声が聞こえるような気がしたんでしょ、うん、でもスピーカーにしたらなんか分かんなかったっていうところだけど、うん、そのままもしかして聞いてたら何か声が聞こえたのかなとかね。可能性はありますよね。何を伝えようと。まあそれ子供なのかどうかっていうところも僕はちょっと分かんないかなと思いますけどね。うんうん、じゃあ最後です。はい。バイク好きのおげんさんからいただきました。ありがとうございます。岩手在住の男性ですと。はい。意を決して不思議な体験を送らせてください。意を決したわけですね。ありがとうございます。これは私が一人暮らしを始めて間もない頃ですと。うん、20年ぐらい前なんです。私19歳でした、はい、とある夏の日母親と電話で話をしていると、うん、アパートのキッチンに干していた平干しで洗濯物が不自然に揺れてると、うん、おーと思って驚くよね。でとりあえず戸締まりして、ね、風が入ってこないようにして、はい、で怖かったんで寝たんです。そしたら夜中ものすごい音で目が覚めました、はい、で襖を開けて確認何もないんですね、うん、で他にはですね夜勤のため夜中に勤務先に向かう途中近道をしようとすると、うん、必ず墓場の方に行ってしまう。まあ不思議ですね。でスピード違反で捕まる夢を見たら現実にスピード違反で捕まった。まあそういう夢みたいな。実家で誰もいないのに足音が聞こえる、うん、勤務先で車をぶつけられる、頻繁に黒猫が私の目の前を横切る、うん、となんかこうね、まあ、ちょっとね、うん、不思議というかちょっと嫌なこととかがたくさん起きてですね、うんうん、でどん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 痩せていくんですって。あこれはちょっと体が良くないですね、うんうんうん、その流れはね。
で、一回ですね、幽霊バチッと見たことがあって、うん、夜勤してたんですけど、朝方、鎧と本体が一体になった黒いもの。鎧と本体が一体になった黒いもの？ちょっとよくわかんないですね。うん、まあまあ、だから鎧の、なんか黒い、うん、なんかが、こう、現れたっていうことがあったんです。おで、その後も、こう、どん底の人生だったんですけども、はい。竜神を祀っている神社に、とあることがきっかけで通うようになったんですって。はいはい、はい。そしたら、ある朝方、うん、竜神様が自宅に一瞬姿を現したんです。そうなんだ。うわ、竜やっていう、うん。もう見えたんですって、バチッと。はい、はい。一瞬。うん。そしたら、そっから人生が好転し始めて、今では結婚して子供含め3人で仲良く暮らせてます。あの時の体験を文章に起こす機会いただけて光栄ですということで、お礼とともにですね。そうなんです。うん。竜神様を祀る神社に行ってから、人生が好転したよと。まあなんかやっぱ竜がついてる人っていうのは、うん、なんかいろいろ横島なものを払ったりとか、うん、まあ縁があってね、多分この投稿者の方も行くことになったんでしょうから、うん、やっぱ今までのものとかを全てリセット、うん、人生が新しく進めるようにしてもらってるんじゃないでしょうかね。ねえ、なんかそんな気がするね。だからちゃんとそれもね、まっとうに生きていたかっていうか、そういう導きがあったから、うん、そういう人生があったからそういう導きがあったんだと思うから、うん、まあすごく今はいい感じで人生が進まれてるんじゃないですか。で、よかったですよね。ね、で、投稿もいただいたっていうことで、これからもチャンネル応援してもらえば。そうですね。思いますね。はいはい。まず問題児母ちゃんから。はい、ありがとうございます。福岡では犬鳴きトンネルが有名ですけども、うん、あ、そうですね。もう一個あるんですと、はい、もう一つ心霊現象がバカ多いトンネル、ほう、旧中愛トンネル。あ、はい、はいはい、聞いたことありますね。健吾さんご存知ですか？僕行ったことはないですけど、うん、名前だけは。ああ、うん、福岡の大学行ったのね、健吾。なるほど。で、この旧中愛トンネルなんですけども、直線なのに事故がめちゃくちゃ多いんですって。うん、ああ、そうなんですか。イコール心霊現象も多いと。はい。で、問題児母ちゃんが見えたのはですね、うん、両方の出入り口にカーテンみたいな黒い霧がかかってたんです。ああ、恐ろしいですね。で、こうね、トンネル内でバイク事故を起こして亡くなった方が自分の飛び散った脳をかき集めているみたいな、そういう話もあって、で、そういうのが脳裏をね、こう駆け巡るんですよ。で、死を受け止めれない、女性がですね、そこに立ちすくんでいたりとか、ね、また路肩に座っていたりとか、はい、で、はい、同じ事故に引き込もうと車とかバイクにその女性が張り付いてくるみたい なそういうね、エピソードがいろいろあるから、はい、な、霧がかってたらめちゃくちゃ怖いじゃないですか。怖い、超怖いと思う。で、私はですね、霊を引きつけてしまう体質なので、そうなの？車の運転しないときは霊に気づかれないようにもう寝たふりをすると。へー。で、運転するときは全身に力を入れて気合い入れてですね、はい、霊を弾き飛ばせる、なんかこう気持ち持ちながら通過するんですって。で、現在はその新中愛トンネルという新しいトンネルになって、明かりもバーついてて、で、霊現象はまあ多少はあるんですけども、以前よりは気楽に通れるようになったので、今は助かってますというね。以前も多分ね、この方とは違う方で中愛トンネルの話ありましたね、生配信で。で、サムネみたいなところにもね、確か地名出して中愛トンネルって出したの覚えてます。いや、そのカーテン嫌よね。めちゃくちゃ怖いね。なんかほんとなんか怒るよみたいな。まあまあ、帳張りと言いますかね。あ、そうだね。10歳戦で言う帳張りと言いますか。何かそこ封じ込められたら、閉じ込められちゃうみたいな感じがしますわね。もうだってね、もう走っとるわけやから、もうおのずとそこね、止まれないから、もうね。いやー。うわ、直線で事故を言って。怖いね。なんかあんだろうね。あるんでしょうね。続きまして、はい、アクアプラスさんからいただきました。ありがとうございます。以前勤めてた会社での体験なんですけど、うん、建設会社で、大型重機を使用して、うん、発電所やもうでっかい住宅地の造成、うん、またはダム等の建設をですね、はい、する、企業だったんです。なるほど。で、高校卒業後地元を離れてその会社に入って半年ぐらい新入社員の期間がありました、うんうん、で、この体験したのは、初めに配属された現場から、こう移動が決まって
て、うん、でその現場の宿舎に初めて、うん、住み込みこうね住み出した時、はい、その日なんですけども、前の職場から移動してきて新しい職場の教育を受けた後に、うん、ちょっと早いけど宿舎に戻って、で寮長さんから鍵をもらい部屋に行って荷ほどきをしてですね、うん、でご飯の時間ですよっていうね、はい、で食堂に行くんです、うん、で仕事を終えて帰ってきた先輩方がこうねもう先にも腹減っとるから、うん、食堂直行で飯食うとるんですよ、うん、で、初顔合わせじゃないですか、ね、で挨拶して回らないといけないっつってね、うん、はい、はじめましてっつって、はい、入ったばっかりのみたいな、うん、で、挨拶した中に A さんっていう方がいまして、はい、ですごいいい人でね、なんか困ったことあったらすぐ俺んとこ来いよ、頼れる感じ、211やから俺はっつって、あ、部屋ね、で、翌朝も早かったのでその挨拶も早々にもう早めに寝ることにしたんです、うん、もうだいたい夜の9時にはもう寝ついてたんですね、はい、でもなんか寝苦しいんですよ、うん、でやろなと思いながらとって目が開いたんで、でキョロキョロしてたらあることに気づくんですね、声出せないんですよ、はいはい、あ、声出せないっていうことに気づいたら、うん、今度徐々に徐々に体が動かなくなってくるんです。おー、恐ろしい。この状況はずっと続いて30分ぐらい続いたんです。長いね。そしたら部屋のドアノブがガチャ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 、やめてくれやめてくれと、なんか最初はゆっくりだったんですけど、うん、途中からガチャ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 、やめやめやめ、でガチャガチャガチャしとるから、うん、でもうパニックですよ ね、 そうだったらね、で金縛り解けねえなっつって焦ってたらカチッ鍵開いちゃったんですよ、開いちゃったで、うん、えなんで鍵開くってなる、うん、で、そんなこと考えてたら、あもうめちゃくちゃ怖くてドアから目離せなくなったんですよね、うん、そしたらカチャキーキー、あ閉まるんかい、そう、え開いて閉まって繰り返し始めるんです、え怪しい動きですね、でそれが数回起きた後に今度はドアが完全にキーって開いたんです、ドアが、うん、開けられた、でドアが完全に開いて、廊下を挟んでですね向かい側の部屋のドアが見えたんです、うん、211やってなって、おで A さん助けてって、でも声出ないのよ、もう気持ちでは A さんって言ってるけど全然声も出ないんですね、うん、そしたら今度は廊下の方からこっちに覗き込むように黒い人影がニューって入ってきて、怖っ、で一瞬だけこっちを見てスッと引っ込んでったんですね、どっか行ったん、でもドアの時と同じように繰り返すんですよ、あまたって入ってきて、これ影の影がニューでまた引っ込んでみた、でなんか数回そのねその動きを繰り返してたその黒い人影なんですけども、うん、今度はですね動く歩道にこうね、はい、乗ってる人みたいにスーって入ってきたんですね、はい、で、部屋の中にねもう入ってきて、で怖い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 ってそう思ってる間に少しずつそのスーって入ってくるその黒い影ね、うん、で、やばいもう助けてっつって、うん、そう思った時に向かいの部屋のドアがバーン開いて A さんが出てきて、 A さんと目が合ったんですね、うん、そしたらお前はなんでそんなとこにおるんじゃみたいなことを言うんです A さんが、ほうほうほう、その瞬間に金縛りがパッて解けて、うん、よかったってなって助かった、でいやいやよかったってなんやねんみたいな、その部屋に入っていて誰が許可したんやって言うんですよ、いやいや寮長から鍵もらったんですよ、それでいるんでしょ、うん、でそれをね説明した次の瞬間にどんどんっつって、うん、寮長出てこいっつって、うん、お前あの赤津沼になんで新人入らせたんやっつって、めっちゃキレてるんです、A さんカズノマで、その部屋っていうのは以前から何か不可思議な体験をする方が頻発したので、で開かずの間にしたんですけども、手違いでこの、ね、新人として部屋あてがわれてしまったと、で A さんはですねとりあえず今日はな209空いてるからそこで寝とけっつって、明日仕事が終わり次第明るい時間に部屋の中の荷物は移動させるよっつって、うん、で今日はあの部屋にもう入ったあかんと、うん、で部屋を変わってしまえば変なことは多分ないからっつって、で寮長から鍵もらってきてくれて、で部屋移ったんですよ、うん、で部屋の扉には「やなせ」っていうね、はい、こういう字なんですけども、
ですね。あ、はいはいはい、なるほど。という方の名前が書かれた紙が貼られていて、はい、であの部屋の扉にも同じ紙が貼られていました。なんでと思いながら翌日現場の所長にですねその出来事を言うと、あお前ちょ、うん、あ、お、わかった、うん、仕事、うん、休め休め、神社紹介するか、と。いや、神社なんですか。え、なんで神社行くん、お祓い、お祓い、見たんだろ、お祓いだよ、ついてんの俺みたいな。で、怪現象のね、原因を教えてもらったんですけども、はいはいはい、その部屋の窓の正面に高さ10メーターぐらいのコンクリの柱が立ってまして、はい、そこはなぜか事故が多発するところ、一本の柱を立てる間に数名の方が転落事故、一人亡くなってるんですね。で、何かあるたびにお祓いはするんですけども、効果がまるでない。最終的には急ピッチで作業を進めて、あとは足場を解体したらもう工事完了というところまで来た矢先に、うん、近隣に住まわれていた方がそこに侵入してきて飛び降り自殺してるんです。で、その事故があってから、あ、この部屋は怪奇現象が起きますよと。で、それから半年ほどが経過して怪現象もあれ以来なく、その現場は完成してですね、別の現場に移動することになった。そこであの扉に貼られていた柳瀬という方とお会いして、その部屋のことについて話し合ったんですよ。あ、でも、え、真っ黒い影、いや見なかったよ。たださ、毎晩誰かがドア開けようとガチャガチャしてきたりさ、風もないのに窓がカタカタ揺れるから気味悪かったんだよね。なるほど。で、柳瀬さんは言うんです。はあ、じゃああの黒い人影なんだったんだ、うん、そしてね、あの A さんがもうすごい怒ってきてたっていうのもいろいろあったから、あそこにはまだ何かがあるんじゃないでしょうかみたいなお話なんですけど。いやー、すごいですね、うん、面白いですね。ね、うん、何なんでしょうね。だからそれが霊感のレベルの違いなんですか ね、うん、多分ね、見える見えないっていうのは多分そうでしょうね。でも柳瀬さんも霊感、柳瀬さんの感じ方でするとその黒いものは見えてないけど、うん、投稿者の方には見えた、見えてる、はい、何なんだろうこれは。怖いですね。またそのなんか動く歩道みたく入ってこられるのも嫌ですね。あれでしょうね、外部の人が入ってきて飛び降りた時のためらいじゃない。あ、ドア行こうか、行こうか、どうしようか、で、ああみたいな、こうやって入ってきて、あ、やっぱやめとこう、でも、もう無理なんだみたいな、怖かなって思いましたけど。なるほど、ちょっと本当にゾクッとするようなお話でしたね。そうですね、怖かったです。続きまして、口ポッケさんからいただきました。ありがとうございます。私は怖い話がすごく好きで、うん、映画とか動画とかを見てる時もなんかこう見ながらね、うん、刺繍がするとか、あ、あの匂いねと、うんうん、なぜかその、ね、映画とか動画を見るとすごく分かるんです。で、そういう言葉が聞こえてきても、はいはいはい、分かる分かるみたいな、あ、そういう共感しちゃうんですって。しかし私は一回も本物の刺繍等は嗅いだことはないんです。ないけど、そう風になるってことは、ね、じゃあなんで分かんねんって、ね、そうだね。それは今から30年前なんですけども、1985年に放映された中井貴一さん主演のビルマの竪琴、当時10歳の私は家族4人で見に行ったんです。激しい戦闘の場面で突然左くるぶしの横に激痛、瞬間撃たれたと思ったんです。その後痛みは左足全体に広がってしびれてきた。すると突然吐くぐらいのすごい強烈な匂い、もう鼻の奥の方を刺激してびっくりしてしまった私は周りの匂いを嗅いでみた。そしたら周辺全体が今まで嗅いだことのない気持ち悪い匂いで充満してるではないかと。足の痛みとその悪臭に怖くなった私は父親にしがみついて、痛い臭い痛い臭い、いや2つ、痛い臭い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 、モーニング娘みたいな感じで途中になってる。痛い痛い痛いみたいな。でね、痛いでしょ親父は、うん、いや臭くないって、命なんでしょ、ね、だって、で足もねこうね見てくれたの腫れてはないなっつって、でどれぐらい経ったか忘れたんですけども、すっと全てがなくなって安心して映画を最後まで見終わりました。なるほど。電気がつくとすぐにくるぶしの横を確認したけども、もちろん何ともなくて、はい、でその後母姉にもですね、そのこと言うんですけども、うん、いやいや何も匂いしなかったよっつって、でそれがきっかけで今でもその匂い、うん、そういうホラーの映像とかを見ると嗅いじゃう。なるほどね。脳に刷り込まれた気はするけどね。あ、心霊じゃなく、なるほど、たまたまが重なって、なんか
何かが、まあ、例えば合戦場、古戦場みたいなところに行って、うん、例えばなんかそういう刺繍みたいなものって、うん、あ、その場所だからな、うん、でしょうってなんとなく理解できるんだけど、はいはいはい、実際あったものとはいえ映画を見てるわけでしょ、うん、でそのわからない追体験じゃないけどそういうのって作品を通してもするものなのかなとかちょっと、ね、単純に、ね、単純にですよ、俺は偶然が偶然を読んで、うん、それが脳みそ記憶しているからやと思います。そういうシーンではこういう匂、うん、いがするみたいな、ね、子供やしまだそうね、うん、人間の脳なんてなんか8割方まだ解明されてないところ、そう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 、ほとんど分かってないって言われてるから、うん、なんかそういうふうなのでそういうふうになっちゃうのかもね、うん、なるほどね。だってたまになんか匂いする時とかありますからね。別に臭い匂いの原因そこにないのに。わかるわかる、臭かったりとか、ある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 、あれめちゃくちゃいい匂いするけどとかさ、結構さ、うん、なんか普通のなんかどっかの現場とか行った時もそういうのってあるよね、うん、あるある、それは俺もわかる気がするな、あれみたいな。だからそれがたまたま子供の時に映画を見てる時にその匂いがちょうどそういう戦争のシーンでその匂いを嗅いで人が死んでる映像でこうドンピシャでなんかピースがハマっちゃって、なるほどね、ずっと記憶に残ってんのかなと思いましたけどね。本人はびっくりしたでしょうね。うん、小犬丸さんからいただきました、はい、高校1年生の時です、うん、今から12年ぐらい前です、うん、ってことは、28歳の方ですね。28歳っていうのはやっぱどうですか。うん、やっぱいいですよ、ね、一番ちょうどいい、うん、なんか今も、はい、そこに住んでるんですけども、うん、3LDK の集合住宅、私の部屋は畳6畳の部屋で子供の頃から住んでます、はい、その部屋のとある柱に私が昔からお気に入りのアナログ時計かけてたんですけども、うん、ある日その時計壊れたので、うん、外して、でしばらくその時計は何もかけてなかったんですよね、うん、でも外したその日以降からその柱からですね、もうすごい殺気に似た視線を感じるんです。柱から？火が出てる間は何もない、うん、深夜2時ぐらいね、回ってから深夜2時ぐらい回ってから視線を感じ出すんです。うわー、はー、怖いですね。でそっから 2,3 週間経ったところにね、ふとその柱もうすごい気になったから見てみたんですよね、うんうん、で、そしたらその柱にですね、うっすら鬼が2体と、その鬼2人の間に般若が徐々に日に日に浮かび上がってくるんです。怖ー。でそれと同時期に金縛りに遭うようになりました。おー。でその夏8月ですね、緊急の盲腸になりまして、あ、盲腸、でその数ヶ月後には親戚の家が全焼したり、おっと原因不明の風呂場で心臓発作、おい、家族が、ね、めちゃめちゃ怒ってんじゃん。で立て続けにですね不幸が起きると、うん、でその数年後その柱、鬼と般若が消えてまして、今はもう何もないんですと。はい、魔物の類か何かなのでしょうか。何ですかこの話は。この時計がこの鬼と般若の時を封じ込めてたみたいな。そうね、アナログ時計が、いやそうなのよ、時計を外したことによって、どんな鬼やねんっていうところもね気になりまして。 ONI でしょ、多分アルファベットいやいや、あのゲームであった、うん、そうね、ゲームボーイ、オロチマルのね、オロチマルの、名作ですよ、の鬼でしたね、あれは。続編出るよっつってプレスの時にね告知動画出したのに続編出なかったんですで僕はその続編が出る前の最後の作品持ってます。俺、持ってる、持ってるよ。俺あれはクリアしましたけど。あ、そうなんだ、めちゃくちゃ面白かったね。面白かったよ。何の話ですか、これは。これは違うでしょ、これ。でも、なんか考察の違いもあるし、でも、いろいろ不幸が起こったっていうところがやっぱ怖いよね。まあそうね。暴れ出しちゃってんだもんね。色とか関係あるのかな、鬼。あ、なるほどね。赤鬼。そうだね。赤鬼、青鬼。赤青。桃太郎伝説だと黄色とか緑とか、ね、まあいるよね。あとホーナーって赤鬼って呼ばれてる。いやもうそうだけど微笑みの村の近くに出てくるなじゃないよ攻撃したら打ち返してくるんだから
ホームラン46本ぐらい打ったからやっぱね。ドゥクドゥンドゥンドゥン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 。それね、桃太郎伝説1の時の戦闘の音楽をね、彼が。ドゥ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 っていうからね。続きまして。続くんかい。ライデン F さんです。ライデン F さん。はい。子供の頃、団地住まいだったんですけども、私は1棟から5棟まであるうちの3棟の5階に住んでたと。なるほど。で、ちょうどその時めちゃくちゃ親に怒られて、うん、で外でずっと泣いてたと、うん、でふと気配を感じたので、うん、1棟の、方の2階を見てみるとお母さんがいたんです、うん、でもおかしいんです、お母さん家いるんですよ、うん、今怒られたから、あれ、うん、お母さん1棟の2階にいるんですよ、うん、しかも髪ショートヘアになってて、あれ、おしゃれしてるんですよ、この時髪の毛長いんですよ、お母さん、しかもね、はい、ピンクの口紅してて、ほら、で、ずっと僕を見ながら微笑んでるんです、おめかしした、うん、お母さん、お母さん、うん、ショートのママが、なんでしょうこれは、と思って、うん、で、僕の住んでる3棟の5階の窓からお母さんがね、顔出して、早く帰ってきなさい、もう泣いてんと、みたいな、うん、で、もう一回ね、そのショートのお母さんがいたとこ見たら、もういなかったんですよ、あー、そう、ドッペルゲンガーかと思ったんですって、はい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 、でバイロケーションというものもあると聞いて、うん、ありますね、でいつもよりテンションが高かったり食事に行って友人に怒ったりすることもあると聞いたことがありますと、あ、バイロケーションはね、はい、でお母さんに聞いてみたら、当時ママ友いじめがひどかったと言われ、うん、もしかしたら今の現実から抜け出したい気持ちがお母さんのバイロケーションとして面白い話だね、これこうね、違う、うん、塔におめかしして、おめかしした、おしゃれして、おしゃれした、現実逃避したいお母さんが、あ、なるほど、いてたのかしらみたいな、超面白い、ね、あ、面白い話ですね、これもね、だって本来だったらさっきお母さんに怒られて逃げてきてるから、そんなとこいるわけないし、違う塔だし、髪型も違うし、違う、もうおしゃれしてるんです、だからやっぱその時の人間の心情でしんどかったりすると、ウェンズデーの人とかも結構そういうのあるんじゃないですか、バイロケーション、だからもうバイロケーションばっかりですよ今いるものももしかしたらそうなのか、でも今いる人は仕事してるからね、こう目の前で、だからテンション高い時の健康はバイロケーションです嬉しそうにしてたら、うん、バイロケーション今バイロケーションです改善しろ環境を、それだったらバイロケーションダメだろ現実逃避したい、チェルが楽しそうにしてたらバイロケーションです、なるほど ねそういう風に思うようにしよう、はい、これからは、そうなんですよ、見分けがね、楽しそうだったらウェンズの人はバイロケーションということになりますねタケちゃん、ジートーさんの体験談だから、多分ジャイアンツファンってことをおっしゃってるのかな、ジートーってことがね、私が体験した不思議なお話ですと、はい、ファミレスでね、はい、奥さんと食事してる時のことですと、はい、で私たちの座ってる席は、左右に3列ずつ並ぶファミリー席だった、はい、でその左から一番手前に私たち、はい、通路を背に私、向かいに妻がいると、はい、食事中、ずっと右奥ファミリーの声がよく聞こえてきていたと、はい、でそのファミリーの構成はおばあちゃん、はい、お母さん、はい、孫娘2人の4人だと、はい、私からだと、うん、そのお母さんの姿は見えるんだけど、はい、孫娘の一人とおばあちゃんの姿は仕切りガラスというか曇りガラスのシルエットのみで見える、はい、でちょっと気づいたことがあった、はい、孫娘と母親の会話っていうのは噛み合ってるんだけど、はい、おばあちゃんの会話はピントがずれてるというか、うん、おばあちゃんの話を他の家族は聞いていない感じなんですって、はい、で私は、まあ、この投稿者の方なんだろう、せっかく 食事来てんだからさ、うん、ちゃんと話したらいいのにと思ってた、うん、やがてそのファミリーが帰る様子だと、うん、先行して孫娘っていうだと思われる方がダッシュでバーって出ていった、はい、バタバタっていう足音が聞こえて、まあ、お母さんがやめな走っちゃダメって呼び戻すと、うん、そこへおばあちゃんが先に行っていいよっていう声をかけた、うん、だけどその先に行っていいよっていう声に別にその周りにいる家族っていうのは反応しないんです、うん、やはりね、うん、で孫娘と母親がレジへ行って、うん、すると店員がすかさず片付けを開始しました、うん、え、おばあちゃんまだいるよ、おばあちゃんまだいるのに片付け始めるの、私は少し 右にひねって曇りガラス越しに覗くと、そこには店員さんのシルエットだけ、うん、おばあちゃんはどこへ行ったのか、あれ、もともと3人だったのだろうかと、日常での不思議体験でした、うん、なるほど、うん、ファミレスの中で、はい、まあ、ご家族で食べてたんですね、うん、でその中でこの
まあ、たけちゃんさんからはそのおばあちゃんの、まあ、声っていうのがはっきり聞こえてたから、はい、まあまあ孫と一緒に食べてるんだろうなと思ったら、うん、でもその声っていうのは、まあ、多分自分しか聞こえてなくて、おばあちゃん自身はいなかったっていうところですよね、うん、まあ、ね、まあ、まあ偽りというか、まあ、疑似的っていうか、もともといたおばあちゃんとその団らんをしているんですけど、うん、まあ、おばあちゃんの声は届かずに、そう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 、おばあちゃんだけ話しかけてるっていう。だからまあ亡くなった、まあ、おばあちゃんだとしてね、うん、自分たちの娘なのか分かんないけど、はい、孫とかと、まあ、食事をしたいなっていう気持ちがあったにして、うん、まあ、現れたとしてもだよ、うん、でも俺思うんだけど、まあ、こういう時ね、おばあちゃんは実は亡くなってたんですで、はい、あ、いなかったんです、はい、でもおばあちゃんとしては声を一応かけてるわけじゃない、はい、走っちゃダメだよとか、はい、大丈夫だよとか、なんか声をかけてるのに、それに対する返答が全く返ってこないわけでしょ、当然のことながら、はい、これそれでもおばあちゃんは満たされるもんなのかなとかね、ちょっと思うよね。まあもう、まあ、守護霊さんじゃないですけど見守ってる感じだから、普段からそう言いつつ、特に何かを求めてるわけではないのかもね、まあ、何かその100回のうち1回でも声が届けばいいなぐらいな感じでずっと呼びかけてんのか、シックスセンスパターンじゃないですか。あら、出たシックスセンスパターン。ちょっと詳しく8分与えるんでシックスセンスって、うん、自分が死んだって分からずに、うん、なんかやるんですけど、おう、その霊本人が納得していくというか、また無視だよとか、うん、勝手に思ってなんか成立してる感じになってるんですよね、映画的に。そう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 、いや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 、僕シックスセンスは見に行きました。ああ、そう、はい、映画をちゃんと見てるから分かるってことね、はい、で最後にうん、この秘密は誰にも言わないでくださいっていう口止めもするんですよ。ああ、なるほどね、はい、でも僕それ気づいたんですよ途中で。いや、気づいたの、ちゃんと気づいた、これ気づけ、いや、それじゃなくてシックスセンサー気づいた、シックスセンサー途中でね、はい、気づいカラクリに、カラクリね、はい、なるほど。じゃあもう俺だけ見てなかったからちょっと疎外感を味わってるんだけど、これは、はい、だからその人はなんかその、もともとは霊媒師みたいな感じだから、うん、そのでもう一人幽霊の女の子がいるんですよ。おー、なるほど。でその子に対してこういろいろアクション撮ってたんですけど、実は自分も死んでて、はい、なるほどね、はい、ちょっと切ない部分もあるんだなっていう気がしますね。続いて、はい、これはね、たくやんさんですと、うん、私が体験した不思議な話です、はい、あれは今から28年前、小学校1年生、はい、下校中に友達と一緒に帰路についていたんですけども、はい、自分が気がついた時は病室のベッドの上にいたと、うん、自分が今なんでここにいるのか分かんない、はい、周りに知っている人もいない、はい、途方に暮れていた時に親が来てくれたから、はい、まあまあ話聞いたと、うん、俺今なんでこうなってんの、うん、話によると私は下校中車にはねられて、はい、口から大量の血を出して倒れていたところを友達が見つけた、はい、で救急車で運ばれてきたということ、はい、しかし私自身何も覚えていませんでした。いや、むしろ小学生に上がってから、うん、事故に遭うまでの思い出っていうものが、うん、もうこの状態でなかった。ああ、なるほど。なんかね、幼少期の写真を見てもどこで撮ったのかなどもわかんない、はい、誰これっていう状態になっちゃった。後日警察にて調書みたいな形で事故の時の話を聞かれたんですけど、うん、何も覚えてませんと答えるしかなかった、はい、余談ですが、はい、事故の時の車の運転手から車のプラモデルをもらって皮肉だなとその頃思ってました怪我自体は奥歯が抜けただけで一日で体験できたみたいです。なぜ見たいという曖昧な表現なのかというと記憶がないからです。そんな幼少期の少し不思議で怖い体験談でした。まあリアルな怖さな感じはしますね。そうですね、事故に遭うとそんなに記憶って人によってはポカンってなくなってしまうもんなのかな。あ、僕もあの事故で記憶抜けてるんですよ。こっち来て1年目の時なんですけど、はい、うん、当時、うん、ちょい乗りってあったんですよ。あー、原付きの、うん、あの30キロしか出ないでおなじみの、はいはいはい、名前は聞いたことあるんですよ、はい、でちょっとまあ新車としても安いし、うん、でまあこっち来てすぐだったんで、まあ、それにしようかなと思って、うん、でちょい乗り買ったんですよ、はい、でそれで相方のところに遊びに行く予定で、うん、大田区の大田東に住んでたんですね、その時は
あ、はい、だから蒲田まで行こうとして、あ、健吾がその時大田区住んでたの、はい、あ、そうなんだ。で行こうと思ってるとこまで覚えてるんですよ。え、あそこ止まってんの、はい、で次の瞬間、赤い救急車なんていうんだっけ、あれな、回転灯、回転灯の光の中でずっとなんか向こうに焼肉ってネオンが光ってんのをこうボーっと見てて、これはリアルな描写だな、またあれって思ってる、わかります、わかります、もしもしって言って、警察官が言ってて、あれどうしたんですかって言ったら、いや君事故ったの覚えてないのって言われて、そう、どれぐらいの事故だったの？ちょい乗りが1週間で廃車になったくらいです。え、そんなに？はい、廃車です。廃車？廃車。え、あ、打撲とかそういう骨折とか怪我全くしてないんですよ。してないんかい。だからどうなったかが分かんないんですよ。事故の時のその何、なんか何にぶつかったとか分かんない。結局僕が悪いらしいんですよ。ああ、なるほど。右折してその時に相手の 直進とぶつかったっていう、本当に2段階やんなきゃいけないんですけど、2段階右折しなきゃいけないけど、はい、右折して、うん、2車線3車線のところで、なるほど、はい、でもそれ覚えてなくて、ちょい乗り廃車になってんのに俺無傷なんすよね。え、なんなんすよ。でも すごい、それこそ守護霊みたいな思ってくれたんじゃない？全然わかんなくて、でも右折したのも覚えてないし、ま、むしろ事故のやつもだから前、ちょっと前の家出るぐらいの記憶から全く今の今も思い出せないです。そうなんだ、はい、それぶつかった時の衝撃で、まあまあ、はい、頭が、あった、でも頭打ったら怪我してるわけ、まあ、でもヘルメットはかっ、はい、ちゃんと。なるほどね、すごい、なんかもう体験者の方のお話もすごかったり、健吾の話もすごいな、ちょっと思っちゃいましたね。続きまして、はい、モッサン、モッサン、モッサンの体験だ。モッサンはですね、はい、大きい地震があるときは予知夢を見ると。お、中でも鮮明に夢を見たのが、はい、2011年の 3.11 ですね、東日本 大地震、大震災、はい、起こる1週間前だったと。橋の上で寄せてくる津波を前に立ち往生するトラックだったり、乗用車の画面から、まあ、なんか場面パンパン切り替わったりして、浸水してる空港に、まあ、景色が映った、でまた場面変わった。で私自身が強い波に飲まれて前後深くなって、一緒に流れてきたものに強く体を打ち付けられてから意識が白い光に包まれていくと、夢の中でね、で息はできないんだけど苦しくはないんだって、ただただまばゆい光と耳鳴りに近いキーンっていう音が聞こえていて、うわーって言って目が覚めた、なんだこれだと。で1週間後でした、東日本大震災が本当に起こった。ちょうど仕事が休みだった私はテレビの中継で夢で見たのと全く同じ場面を見てしまった、だけどこれはただの夢なので、うん、いたずらに地震の夢を見たなどと吹聴して不安を煽るのもいけないしと思うと、もう別にこの自分が見た予知夢の意味何の役にも立ってなかったなってことを思ってしまいますと、取り留めのない話ですがお目通しいただきありがとうございました、うん、でね、お母さんが霊感が強く私もどうやら遺伝しているようで、他にも何個かお話ありますのでこれからも投稿させていただきますということ。ありがとうございます。これはだから霊感みたいなものっていうのが、はい、予知夢といって、そういったものにも関係してくるのかな。そういった力っていうのは超自然的なものっていうのは予知夢とかもあるのかもしれないけど、ね、そうですよね。今でこそなんか情報がいろんなところで、うん、まあ方っていうかすぐ何でも知れるから、か、まあ、予知夢だって言ったり、まあ気のせいだっていう人も言うかもしれないですけど、昔だったらやっぱそれってやっぱ予言だったり、あの神からの、うん、啓示で神の子としてやっぱ祭り上げられるかもしれないです。その、まあ、これはその今でこそそういうのは予知夢だ、うん、まあ、そのただの夢だろって言われちゃうかもしれないですけど、うん、そういう情報がない時代ってやっぱそういう人がどん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 言葉発して、うん、でそれでいて当たっていくもんで、うん、自分なりのその夢の精度も上がっていって、まあ預言者だったりだなんかの指導者になったりとかするのかなとかも思ったり、まあ、だからなんか村の中でのね、なんか一つのコミュニティの中で、はあ、俺はこんな夢を見たって例えば誰かに言ってそれが当たったりすると、うん、ああいつはすごい未来のことを予見したみたいなので、はあ、わかんないけどこういうふうにあがめ立て祭られるようになったりとか、まあ、多分そういうもの人も結構いたんじゃないかなと思うよね、はあ、そうですよね。
まあ、でも確かに本当例えばだけどこのその前にやった全国規模の大きな地震っていろいろあったけど、うん、新潟もあったり中越もあったりとかいろいろしたけど、まあ、95年の 1.17 か、はい、阪神大震災にとってこれ高校生とかの時だったけど、その頃ってやっぱ SNS とかそういった情報っていうのはなかったから、はい、まあ、テレビしかなかったよ ね、 ね、テレビで見て、はい、なんかすごくあの、高速道路が崩れていたりするのを見て、はい、うわすごいことがあったんだっていうけど、じゃあそれを予知したとか、はい、予見したなんていう人の話ってネットも2ちゃんとかも多分なかったんじゃないかなと思うとね、なんかだからそういうのを知ることができるのがいいのかどうかっていうのもね、いたずらに不安をみたいなところもあるから、はいね、なんとも言えない気分にはなったりはしますってところですよね。逆になんか変にリスク背負っちゃうのも、うん、そうだよね。では、はい、続きまして、これちょっと長めのお話なんですけれども、はい、ですね、虎次郎さんという方いらっしゃいまして、はい、僕結構ね、いろんなお話紹介するときに T さんという形でいつも紹介してるんですが、はいはいはい、その虎次郎さんが、最近僕にいただいたお話です、はい、ちょっとお盆に完結したお話なんですという始まりなんですけど、はい、昨年の9月ですと、はい、私はなぜここにいるのかと疑問にすら思わず、どこかの仏間に座っていました、ちょっと物語調です、はい、するとどこからそこにいたのか、もともといたのか、向かい合わせに知らない和装の老人が鎮座しております、うん、じっと見つめてくる、はい、その目線に居心地が悪くなって私はその場を立とうとするんです、はい、するとね、老人がどこからか扇子すって取り出して、はい、床をトントン叩く、優しくね、はい、座っていろっていうことかな、はいはい、虎次郎さんまた座り直して老人と向かい合うんです。時間感覚もなくどれだけ座っていいのかも分かんない、沈黙が続く中向かい合ってまだ座ってる、はい、何度か声をかけようと、はい、声を出そうとしても出すことができないそうなんですよ。それでも何度も何度も声出そうとする、うん、でもやっぱ声出ない、あ、気まずいなと、また立とうと動くたびに、はい、その和装の老人は扇子を出してトントン座れ、はい、叩く。さすがに座ってるのもしんどくなってきたなと思ってると、うん、急に胸が苦しくなってきた、息ができない、あ、苦しい、あ、焼けるぐらい胸が苦しい、痛い、苦しいって、痛む胸を押さえて背中を丸めて胸を押さえていると、その老人が立ち上がって背中を優しくさすってくれた。だんだんとこうやってさすられてるうちに胸の苦しみが取れて、体を起こすと老人は元の場所に戻ってまた鎮座するんだって、はい、で虎次郎さんも体調良くなったからまた座ってるんだけど、はい、いやまた気まずいなと思って、まあ、また立ち上がろうとすると同じようにセンスでトントン座ってろっていうことだと、はい、これがずっと続いてんだって、はい、しばらく時間が経って私はじーっと見つめられて、はい、私はここにいなければならないと思いつつも何かに促されて衝動が抑えられず老人を無視してこの仏間なんですけど、うん、この場所から私は出ましたと、はい、その瞬間目の前に真っ黒な人のようなものがそこにいて、はい、わってびっくりする暇もなく、はい、また突然のことにもかかわらず内側から溢れ出すような恐怖に震えが止まらなくなったんだって、はい、するとその黒い人のようなものがこっちを見ているっていうより、うん、私から出ようとしているという表現をしてますね。寒い、体の震えが止まらない、耐え難い恐怖なんです。するとドンって床を強く叩いた音と、うん、うーっていうくぐもった声がすると、うん、音がした方向へ首だけ動かすとですね、縁の行者のような黒い人型をしたものが壁を抜け出ていって、これ縁の行者っていうのがですね、はあ、7、8世紀に奈良を中心に活動していたと言われております、うん、修験道の開祖とされている人物ですね、はあ、別名縁のおずぬとも呼ばれるんですけど、はあ、その本名が縁の行者ってところなんです。その見た目のような人っていうのが壁を抜け出ていったと、うん、するとなぜかその黒いものはスーッと私の中に入ってきたというか、戻ったと言った方が良いのか、言葉に言い尽くせないような感覚がしたんです、うん、で私は体を起こそうとしたんだけど動かないと、うん、あーってうまく声も出せない、うん、まるで金縛りに合ってるようだって必死に叫んでみようと思って、うん、で、あ、声が出たと思ったらパッと目が覚めたそうなんです、うん、あ、寝てたのか私と、うん、でピーピーとカツ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 機械音とバタバタとした人の足音が聞こえる、うん、
で、私の声に誰かが反応した。大丈夫ですかって声かけられる。現状が飲み込めないんですよ、はい、え、今何が起こってんの。さっきの健吾の話じゃないけど、はい、体のあちこちが痛い、胸が苦しい、うん、そして酸素マスクと腕についている点滴見て、あ、俺病院にいたんだ。思考が立ち上がった。ほうほう。すると看護師さんに呼ばれた医者がやってきた、はい、どうやら私は重度の肺炎を起こして危険な状態だっていう説明をされたんですって。で、医者のね、とにかく頑張ってくださいっていう声がする。だけど寒くて苦しいと、うん、そんな状態にもかかわらず薬のせいなのか、苦しくてもうつらうつら意識が離れていくと、うん、意識が離れていった時に突然ね、息ができない窒息しそうな苦しさが急に覚えた、うん、うっと思って目を開けた。そしたら黒いものっていうのが私の中から出ようとしてるんです、うん、それが見えた。体の奥底に湧き出る死の恐怖と苦しさに命が逃げないように耐えると、うん、するとドンって床を叩く音がすると、うん、床叩く音がしたら何だと思って音に首向けたら、縁の行者らしきものがまた壁をすり抜けて部屋から出ていったそうなんです、うん、で黒いものっていうのが私に入ってこようとする、うん、するとまた呼吸が楽になってきた、うん、だけど体は動かない、声もうまく出せない、うん、やっぱり金縛りのようである。必死に体を動かして叫んで目が覚める、うん、私は恐怖から抜け出せた安堵感からなのか、その時から黒い縁の行者のようなものは私を助けてくれていると思うようになったと、うん、それから2度3度同じ状況になったんですけど、その度に縁の行者に助けられ、うん、5日も過ぎると胸の苦しさや熱もだいぶ安定して黒いものも見なくなって、集中治療室から一般病棟へ移された。で、移された病室は6人部屋だったそうなんですけど、自分以外の患者は誰もいなかったそうです、うん、それから4日後の夕方であった、うん、ベッドから起き上がってトイレへ向かったそうなんです、うん、で、廊下へ出たら、ね、何かいつもと違うことに気がついて、何も変わりないんだけど、強いて言えば空気が違う、感じる空気が違うんだって、うん、で、トイレへ向かっていくに従ってどんどんその空気っていうのは濃くなってくる。辺りを見渡すけど何もない、うん、気のせいなのかな。トイレに入って用を足すんです、うん、するとぼんやり気を抜いている真横からですね、ズズズズズズって縁の行事が急に出てきた。うわってなって、あっけに捉えていたら、私の横を通り過ぎるときにその縁の行者とおぼしきものの手には黒い老人らしきものの頭が握られていたんだ。で、その老人を引きずりながらドンドンって違う方向の手で尺状で床を鳴らしている。で、そのまま縁の行者とおぼしきものは通り過ぎていって、はい、壁の中へ消えていった、はいはい、え、何なの今の、何だったんだ、思考が追いつかない。頭がパニックになりながらトイレから出ると廊下が騒がしい。看護師や医者がバタバタと病室に入っていった。なんか嫌な予感するな、うん、その嫌な予感が的中して、その病室にいた老人が亡くなったようだと、うん、その時に思った。この縁の行者とおぼしきものっていうのは私を助けてくれていたいいもんじゃないのか、うん、え、違うの、不安に押しつぶされそうな気持ちになった、うん、その晩一向に整理ができなかったんだけど、まだ体調も本調子ではなくて、うつらうつらと眠りに落ちていった、はい、そしてこらえようのない、また胸の痛みで目が覚めたそうです、はい、涙目になりながら目を開けてみると、私の目の前には先ほどの縁の行者とおぼしき人物がいると。喉の痛み、胸の痛みで声も出せない、痛くて苦しい。そして私の黒い何かっていうのが、自分の中にいた黒い何かっていうのを縁の行者に引っこ抜かれて、はい、うわっ、で、私は死んだと思ったそうです、はいはい、あ、私死んだわと思った時にガッ、あ、夢か、目が覚めた、はい、起き上がった、息はぁはぁってなって部屋を見渡す。ここどこ、あ、自分の部屋だと、うん、今の夢、いや、今のこれが夢なの、うん、で、パニックになってる。でもさっき夢の中で私は死んだと思ったなと、うん、あの時の胸の痛み、体から何かを、黒い何かを抜かれる痛み、うん、未だに記憶として恐怖とともに残っている、うん、ふとその時ね、おかんがして、え？と思って後ろ振り向いた、うん、そしたら壁からですね、ズズズズズってあの縁の行者がブーって現れた、うん、私はうわーっと叫んで肌身離さず首からかけていたお守りを握りしめてじっとうずくまった。そしたらズズズズズってゆっくりと私を無視するかのように、うずくまっている私をすり抜けて、うん、縁の行者とおぼしき者は壁から壁へと出ていってしまった。安堵したけど、あれ何なんだ、夢もそうだった。夢の内容は一瞬で追体験をしたかのように鮮明に覚えている。痛み、苦しみ、恐怖、鮮明に自分の経験として覚えている。もう寝れそうにないなと思って、握りつぶしてしまったお守りを見ながら、夢の出来事をいつかね、
七不思議チャンネルであったりとか僕であったりに投稿しようと思って携帯にメモを取ってたそうです、はい、その数日後、はい、お守りがね握りつぶしてしまったから新調しようと、はい、母方の本家へ出向いた、はい、で本家は山深いところにある神社を生業としておりましてちょっと変わった風習もあるようなところです、はい、でおじさんがね久しぶりだなと満面の笑みで出迎えてくれた、はい、でことがことだったんで夢の相談がてら経緯をいろいろ話した、はい、で自分が座ってる時に一番最初は目の前になんか和装の老人が座ってて席を立とうとするたびにトントン扇子で座れみたくなってるっていう説明から入った、はい、そしたらおじさんが扇子？扇子のおじいさんねとおじが考え込むと思い出したかのように部屋から出て行ったそうなんです、はい、でパタパタって言って戻ってきた、うん、これこれ扇子これじゃないかと私は扇子を渡された、はい、扇子までは何だったか覚えていなかった私は考え込んだと、はい、するとおじさんがまた部屋から出て行って一枚の古びた写真持ってきた、はい、それ見た瞬間に驚いた写真の人はあの鎮座していた私の目の前にいた老人の写真だ、あこの人だよってこと言うとあやっぱりそうか、うん、この人はお前のひいじいさんだよというでおじが興奮した様子で話すと話からすると、うん、おじさんが言うとね船の頭と書いてですね、うん、船頭が来るでお前のこと守ろうとしてたんかもなっていう、うん、船頭が来るからお前のこと守ろうとしてたってどういうこと、はい、そして船頭って船漕いでる人じゃない、うん、何なのって言ったらお前が見た黒い縁の行者みたいなやつはな、うん、多分船頭と言って、うん、魂を持っていってしまうやつなんだよ、なるほど、ドンドンって床を鳴らす音が聞こえたら死んだふりをしろ、生きたもんは連れてかれるって言ってな、この辺りのもんは船頭に魂を持ってかれんように尺上でドンドンって床を叩く音が聞こえたら頭を抱えて隠れろとか子供を隠せとか言ってな、それで魂を持ってかれんようにってひいじいさんが作ったのがカバネのお守りだと、船頭は生きた魂しか興味ないでな、カバネのお守りは屍になるという意味なんだ、うん、生を吸う者は屍にしか興味ないから命を守るお守りなんだ、とりあえず新しいお守りを持って先祖にお礼言って帰れよっていう、大事にしてたお守りっていうのはそのカバネのお守りだったんですね、うん、そう言われて私はしっかりとお礼を言って帰りました。それから月日が流れ今年のお盆です、うん、本家の神社にて氏子さんに会いました、うん、私があご無沙汰してますお久しぶりですが今日は旦那さんはってことを尋ねたら、いや去年ね急性心不全で亡くなってねえと苦笑いしながら奥さんは答えてくださった。で奥さん曰く肺炎で入院したんだけどね、体調も良くなってきたって時に急にね入院中に黒い影が何て言ってんのかよく分かんなかったんだけどずっと言っててね、退院したらお祓い行こうって話してて久々に虎次郎君に会いたいとも言ってたんだよ。で奥さんははーって大きなため息の後に急な入院でお守り持ってかなかったから船頭に連れてかれたのかね、力なく話した。で私はその時おじさんから聞いた船頭という言葉を思い出しました、うん、それを普通に使っているこの方の言葉にも固まってしまった。まさかいやいやないだろうと頭で否定しも未だ、拭えぬ恐怖に恐る恐る尋ねました、うん、旦那さんいつ亡くなったんですか、うん、旦那が亡くなったのは9月15日よ、そして後で確認したところ私の携帯のメモには9月16日と書いてあった、うん、これは旦那さんの追体験ということなんだろうか。長い話ですが読んでいただきありがとうございます。なるほど、まあすごい体験をなさる方なんですよ、はい、で僕この虎次郎さんには昔からいろいろお話いただいてまして、はい、いろんなところでお話してるね、参道の地縛れというお話があって、いつも参拝するときに帰り際に、はい、帰り際にだけ自分の耳元で誰かが喋ってる声が聞こえるって言って、でこのお話の中にも出てくるおじさんとかお父さんとか、ね、そういったご家族みんなで本当に霊感が強い方なんで、その方に相談して参拝し終わった後に必ず耳元でごちょんごにょごにょ聞こえるけどあれ何って言ったら、自爆霊がお前の耳元で喋ってる、うん、え何喋ってるのって言ったら、一つの言葉をお前の耳元でずっと喋ってるぞ、うん、一つの言葉って何よって言ったら、明日来たら殺すだ、お前の耳元で自爆霊がずっと明日来たら殺す明日来たら殺すって言ってるんだぞ、うん、でこのお話っていうのは結構インパクトがあって怖くて、そうですね、で実際この経験、その明日来たら殺すっていう体験をしてから霊感がめちゃめちゃ芽生えたっていう方なんです。なるほど。で社会人になって以降いろんな体験をなさってるようで、だから今回のその
おじさんから分かったその何船頭というですね、はい、謎の存在っていうのが魂を持っていく。そうですね。うん、まあ、あの船頭さんって、まあ、手こけ船だったらあれですよね、こうやって持ってるあの人ですもんね、うん、そういうことですね。だから三途の川っていう象徴でもあったりもするから、でまあその見た目でね、黒かったりするっていうところでなんとなく死神みたいなものとも共通点はあるのかなみたいなところ、うん、だからそのご自身が体験したっていうことが、まあ、この氏子さんのね、旦那さんの、亡くなったその追体験、人が亡くなった思いとか、うん、その時のことっていうのを自分が夢で感じていたんじゃないかなとか、ちょっとそういったところですけど、規模感が本当にいつもすごいですね。すごいんですよ。だってもうさらりと縁のおずのとか出てこないですよ。出てこないですね。だからすごい縁の行者とか、まあ、聞いたことあったけどなんだっけと思えて、僕も調べ直してなんかその情報として入れて今ちょっと今回お話ししたんですけども、なんだろう、レベルというか、で実際ね、おばあさまが、はい、おばあさますごく霊感があってですね、占いをなさってる、はい、占い師なんだけど、はい、そのさっきその健吾との話の中でもあったけど、それ例えば村の中で能力がある人が、うん、なんていうのかな、あの人は予見してすごかったからこう崇められることもあったんじゃないか、まあ、まさにそのような方でして、なるほど、いわゆる、とある県の、未解決事件とか、はい、そういったものっていうのを、まあ、これあくまで都市伝説の一つですけど、警察の方とかがオフレコというかね、なんかその分からない、捜査でどうしても分からないから捜査協力依頼をする占い師の方がいるって話あるじゃないですか、そういったことも受けてる方なんです。すごっ。でその家系の中でそのおばあさんとお父さんという方が2人ともすごく力があって、この2人がこの虎次郎さんが、お前が一族の中で一番霊感本当はあるよって昔から言われてたんですよ。だけど全然霊感が芽生えてこなかったんだけど、はいはい、先ほど話したその参道の自爆で明日来たら殺すっていうことがあった件から霊感が芽生えていろいろ体験が始まったんですっていうのを全部僕にくださってた。少年漫画の展開じゃないですか。いや本当ね、だから、はい、わなるほどってお話とか聞いていて、ね、やっぱワクワクドキドキいつもしてしまう。最初のそのせ和装のひおじいちゃんがいたところの仏間っていうのは、はい、うん、結界みたいなもんでここにずっといて守っ、あの外に出たらやられるから守ってるっていう感じなんですかね。お写真見てだからひいおじいちゃんだっていうことが分かったそうですから、多分ここから出るな、だからそこから強引に出てしまった、ね、結局仏間から出て胸が苦しいっていうことになっていて、なんかそれっていうのが自分の体も痛めつけつつも、なんかあの追体験、他の方が亡くなった後のこととかをその時両方で味わってたみたいな。まずは大岡さんです。大岡さん、はい、はい、数年前のお盆の時ですね、うん、その日朝からなんか悪い予感がすると言いますか、なんかね、うん、ずっと頭の片隅に職場の同僚の王さんのことがなぜか頭にあると、はい、真夏の朝からじりじりと焼けつくような暑さにもかかわらず、うん、その日ずっと寒気すると、で飲食店で働いたんですけども、うん、その日、出勤だったので現場へ向かいますと、うん、で、職場に着くといつもは雑談しながら仕込みをしている店長とかがね、うん、こうワイ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 してるんですけど、なんか暗いんですって、うん、で私はなんとなく王さんに何かあったんだと、うん、そしたらね、朝礼の時に、はい、実は王がな単独で事故を起こして亡くなったんだ、で朝から感じていた寒気はそういうことなのかと、それからしばらく、バックヤードから王さんの声が聞こえてきたり、ホールで仕事をしている王さんの姿を見たり、そうなんだ、亡くなったと聞いた日に私はずっと寒いと言っていたようで、それを聞いていた同僚が、うん、大岡さんがめっちゃ怖いこと言ってると、ゾワゾワしたんだと9月に入ってから聞かされました。身内の方ではなかったためか、おかんだけでなんかね、うん、こうなんか他の霊障みたいなのなかったんですけども、あの時感じたものっていうのは虫の知らせだったのでしょうか。なるほど ね、そうだね、だからこういうことがあった、うん、で多分その職場の方との関係値っていうのが近しかったんですかね、うんうんうん、まあ、仲が良かったとかよく雑談をしてたとか、はいはいはい、心を許してたっていうところがあるから、うん、その不幸みたいなものっていうのを感じ取ることができていたでしょうかね。
続きまして、はい、マルさんからいただきました。マルさん、はい、私は霊感はほとんどないんですけども、うん、不思議なことを何度か経験していますと、はい、私が霊というかなんか怖いなと思う経験をしたのは小学生の頃、うん、朝ごはんを食べてると母が実家の九州の祖父母の家に電話をしていたと、うん、でこの時間に電話をかける理由って一つ、うん、ね、良くない夢を母が見た時なんです。あ、そうなんだ。ご飯食べながらその会話聞いてると、今日葬式ある、あーやっぱりね、今日夢でみんな喪服出て、喪服を着て出かける夢見たからさと、離れたところで住む母の故郷を思う気持ちが強いからなのか、親族そして近所の人、そういったね、自分が知ってる人が亡くなったりした時に夢を見るんだと、うん、はいはい、なので朝母が電話をすると、私はなんか気持ちが悪いような怖いようなとてもドキドキしたのを覚えています。でも幽霊等を感じたこととかなかったので、うん、まあまあ別にね、怖さみたいなのはなかったんですけども、うん、そんな私が初めて霊の存在を感じたのも母の一言だったんです、はい、ある日夏祭りがありました、うん、母は2階で私の浴衣を出していました。私は1階でテレビ見てました、うん、テレビに集中しすぎて周りの声が聞こえてなかった私の耳に届く、マル、はよーこっちおいでっつってね、うん、2階から私を呼ぶちょっと怒り気味の母の声、はい、あ、やばい、ずっと前に呼ばれてたかも、うん、ね、うん、で慌てて2階に階段駆け上がっていくと、うん、母はキョトンとして、あんた今上がってきた、うん、てっきり怒られると思ったのになんか変な母、うん、今度は私がキョトンとする、うん、今来たって言うとね、うん、いやさっきあんた登ってきたでしょ、この部屋入ってたんだから、え、うん、ね、さっきの誰よあんた今来たんだったら、うわー恐ろしい、いや幽霊いるんかいってなったんですって。でそれから特に怖いこと起きなかったんですけども、うん、今度私がこの母側を経験することになった。ほう、ある夜高校生になった私は、あ、お風呂に入っている母をテレビを見ながら待ってたんですね、うん、そしたら外で、飼ってたワンちゃんが吠え始める、うん、で、近所迷惑になるなと思ったんで、どうしたのってね、ワンちゃんにね声かけてね、こう撫でてあげてたと、うん、でしばらく撫でたら開けっぱなしの玄関からカチャッとリビングの扉が閉まった音がしたので、とっさに振り向いてみると、うん、壁の向こうが階段なんですけども、2階に上がっていくパジャマ姿のお母さんが見えたと、お風呂から上がってくる母待ってたのに黙って2階に、うん、ね、行くんかいってなったんで、なるね、でこうワンちゃんにねおやすみっつって、うん、で玄関に影をかけてる時にピッピッピッってなんかの電子音が台所からすると、おで、父と弟はもう寝てるんです、はい、でお母さんは今2階に行きました、上がってたね、1階でピッ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 ピなんか電子音鳴らしてるのは誰だと、うん、はい、でもなぜかなんか異変が起きた時なんで見に行くの、怖いから行かなきゃいいのにと思ってた私なんですけども、うん、実際同じ目に遭うと確かめたくなると、気になるからね、扉開けてしまった、うん、ね、そしたらリビング横の台所で炊飯器の前に立っている2階に上がっていったはずのお母さんがそこにいるんですね。さっき言ったね、お母さんがタイマー予約してたんですね、炊飯器の、はい、でお母さんつって呼びかけたら、うん、ね、何ね、うん、いやいやいや上がってた、本当にお母さんって何言ってんの、いやいやお母さん今2階登ってったでしょ、うん、いやいやここにいたし、なるほどね、さっきの私が見たあのお母さんの後ろ姿誰だったのかと、うん、そんなお話ですね、自分が昔経験したっていうかね、うん、あれ誰だったん的な話でしょ、そうね、だからそういうのってなんかさ、特にすごく意味合いがあるわけじゃない時のドッペルみたいな存在っているじゃん。うんうん、ああ、そうね。あるね。ね、うん、それ、どうでもいいって言ったらあれかもしれないけど、うん、何なのその、分裂する何かのトリガーみたいな。うん。何なんでしょうね。本人の気持ちとかが、こういう状態の時ってそうなりやすいとか。なんかでも。あるのかね。親子で多くないですかこれ。あ、親子多いかもしれないね。だから血のつながり関係性だけどね。ああ、なるほどね。じゃあ、まあでもなんかで聞いたのが、うん、気持ち的にちょっと不安定だったりとか、うん、何かに対して怒ったりとか、うん、感情がどっかに傾いてる時って、うん、なんかその、本当の自分とそうじゃないやつが分かれちゃう、はいはいはい、枝葉になるみたいなことはちょっと聞いたことはあるんですけど、うん、でも日常の中でなかなかなんないよねっていうふうに僕はいつもちょっと思っちゃいますね。続きまして、うん、なるからいただきました。なるじゃないですか。なるなんです。なるだ。なる。お願いします。
なるから来たんですね。あいつなるっていう名前なんです、ね、バイデンちゃんなる、なる、僕らなるっていつも呼んでるんですけど、ね、そしたら怒るんですね。そっちはダメですね。違う、普通の投稿者のなるさん、はい、30年ぐらい前なんです、はい、高校時代ですね、うん、市内にある7校の生徒がですね数名ずつ選抜され、うん、高校生活について話し合うみたいなイベントがね、何ですかそのイベント、開催されたんです。そうなんですか。でそこに自分選出されたんです。へ、自宅から会場まで車で1時間父親に送ってもらいました、はい、父親はですね、深緑色の中古のクラウン乗っててですね、うん、でその前のオーナーは会社の社長さんが乗ってたらしいんですけども、はいはい、集合時間は午前8時半、うん、だったんだけども8時15分ぐらいに着いてしまったと、うん、ちょっと早いと。で駐車場の車の中で待とうってなって、うんうん、でなんとなくラジオを聞いてると、うん、プップップッポーン、5時13分になりました。え、男性アナウンサーらしき声が聞こえてきて、でその瞬間にとっさに大慌てで父はラジオのスイッチを切りました、うん、今の何、え、うん、それを食い気味にですね書き消すように、なんか最近ラジオ壊れてんだよな、怪しい。でこのラジオから聞こえてきた声、何かを知ってるような何かを含ませながらそういう返事をしてきたから、で私は若干霊感があるんですけども、はい、もしかすると父も霊感があったのか、そもそもプップップッポーンで中途半端な時報を知らせるラジオなんてありません。なんで5時13分なんだよ。あれは一体何だったのか。うわ面白い、これ何でしょう。お父さん知ってるね。ね、5時13分。なるほど、5時13分、なるほど。でも元々の車の所有者はクラウンはも、会社の社長が知り合いじゃないね、多分ね。ああなるほどね、そこから来てるんだよね、うん、こうその人が何か知ってんのかな。あで譲り受けたお父さんっていうのは知らずに譲り受けたのか。譲り受けてないでしょ、普通に中古車で買うてると思うんですよ。で買ってんのか、前のオーナーがっていう書き方なんで。なるほどね、はい、多分知り合いじゃないですね。でお父さんはこの今の件の前に自分一人で乗ってる時にその謎のラジオの時報みたいなものにあって、聞いてるね、でその時に何かがあり、わかんない、異世界系なのか何かがあって、これはまずいと、今後こういうこと起きないようにしなければならぬと思っていたのに、この時始まってしまったから、あーこれ娘に聞かせたらダメだみたいな、で消したんです。そう、うわ面白い、これこれモーモーのショートに、あ欲しいこれ。あじゃあこれモーモーショートに昇格です、ありがとうございます。これちょっと、はい、あの投稿者の方、あの、はい、僕が語らせていただきますんで、はい、いただきます、ありがとうございます、続きまして、うん、風花さんからいただきました。はい、当時中高一貫校の男子校に通ってたと、うん、で、当時から複数人でつるんで何かをするタイプじゃなくて、うん、結構一匹狼タイプだったんですね、うん、で、今だからという言い方をするなら、学内試験での成績はそれなりに良くて先生方の覚えもいいタイプの生徒だったと、うん、多分そういうのが気に入らない人間も世の中にいるわけで、そういう連中から格好の的になっていた、うん、あ、まあ、よく言えばきつめのいじり、濁さないで言うといじめ、その対象になっていたと、うん、はい。で、この体験も高校の卒業式を迎えると同時に終わったんですけども、うん、その最後のそういういじめっぽい、ね、ことがですね、うん、今でも記憶しているほど鮮明なもので、はい、でこのいじめが始まった頃、もういつだったか覚えてないんですけども、うん、自宅での睡眠時にですね、入眠時ミオクローヌスっていうのがあるらしいんです、うん、これは頬杖をついて寝てる時になる、ピカってなるやつ。あ、はあ、で、うん、この入眠時ミオクローヌスっていうものにすごく苛まれていました、うん、あそうなんだ、はい、で、ちょうど寝れるなと思って寝つこうとしてるタイミングで絶対これ起きるんですって。あ起きちゃうってことだね。でそれがですね、平日ほぼ毎日のように続く、うん、学校では嫌な思いをして帰ってきてこんなことがあったと話したところで気持ちが晴れるわけでもなく、ベッドに入っても明日学校行きたくねえなと、すごい嫌な感情にね、心すり減らしながら、うん、あもう大変でしたと、はい、で寝つく間際のその現象、うん、それに合わせるかのように空間の広さがどれぐらいかわからない、漆黒の中で、うん、自分がどんどん小さくなっていくような不思議な感覚に襲われる、そんな映像が脳内に浮かんでくると、うん、そんなことが約3年間、ありまして、ね、卒業式の日に起こったのは次のような出来事、はい、1回目のその言ったね、それが起きて、うん、翌日からしばらく休みになるし気長に構え、少し眠気の飛んだ眼のままベッドの上でゴロゴロしてると、
再び寝ました、うん、熱効果と思う時に2回目のそれが起きます、うん、1日で複数回の現象に遭うことならそれまでなくて、不穏な何かを感じ取るでもないのに、うん、目を見開きました、はい、真っ暗な部屋で寝ることはできないから、うん、上映灯をつけてるんですけど、はいはい、しばらくねこう気配を探るように目を動かしてたんです、うん、でなんかこうベッドってさこうきしむじゃない、うん、で、こうきしんでるこの音をこう聞きながらこうぼーっとしてたらね、うん、リビングの方からいつもより遅いんだしさっさと寝なさいみたいな声がね聞こえてきたんです、うん、うるせえなと思いながらこう寝返りを打ってて仰向けになりました、うん、はい、でしばらくするとまたうとうとしてきたんですね。あ、うん、やっと寝れると思ったら3回目のビクっていうのでね、はい、反応がね、うん、でもその時のこのビクはいつもと違うと、なんかこういつもだったら上半身がこう引っ張られるような感じなんだけど、うん、この頭の上に伸ばしたこの腕をグーって引っ張られるような感じなんですって、うん、独特な感じだね。ビクじゃなくてグーンなの上が、うん、で、うん、これはちょっと違うぞと言ってた。はいはい。で、なんだろうと思ってたら、うん、人の顔の、この辺、うん。上の部分。はい。上の部分がですね、うん、この私の腕の間に、こう入ってくるんです。うーんと入ってきて。うんうん、で、なんこれってなってね。うん、で、その、このグーンって来たこの顔がまたグーンって出てきて、うわ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 、で、自分とこう目が合うような形になったんだけど、なるほど、なるほど、これ。ちょっと白目と黒目のバランスがおかしいんですって。はあ、で、何この顔気持ち悪いってなったら、スーって気絶してしまったと。で、うん、それ以来、うん、この現象なくなったんですって。ああ、はい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 、はい。そのね、この方の考察でいくと、まあ、いじめられてた時のその精神的なものが原因でですね。うんうんうん、で、その自分がもうちょっと何かを作り出してしまったというか、ものの存在だったり、うん、私にとって変わろうとしていた何者かだったのかとか、いろんなことを考えたんですけども、なんかちょっと皆さんも考えてみてくださいというね、感じなんですが。なんかで、まあまあ聞いたり見たりして、はい、ああなるほどと思ったことあるのは、うん、まあトラウマみたいなそういったものって人間の脳裏みたいなものにしっかり記録されると、うんうん、例えば小学校とか中学校の時ものすごいしんどい時期があったとしたら、うん、これっていうものはもうなんかしっかりとデータみたいなものとして残ってるっていうことらしいんですよ、はい、でそれっていうのは普段は思い出してないけどやっぱそれに近しい出来事とかその時の音とか匂いとかっていうのが合致してしまうとやっぱり勝手に引き出されてくるみたいに、うんうんうん、だからこの方っていうのも実際その時経験していたこととかっていうのはすごくやっぱしんどい時期だったから、うん、その時の思いみたいなものっていうのはずっと心の中にあると思うんだよね、はいはい、だからそれっていうのがどういう形でその人の顔っていうものになったかは分かんないけど、まあ、具現化としか、ものとして現れたら、そういったものだったんじゃないかな。その精神的な状況をね、何かだったのかなと思うけど。実際自分がそれと対峙することによって、まあ、消えていったのかなとか。そうね。では続きまして、野菜食べるちゃんからいただきました。なるほど。私は母と兄との3人家族。はい。昔から、その2人はですね、幽霊が見えていたと。あら。あそこに男の人立ってるね。うん。みたいなね。そんな会話。日常的な会話で。え？で、私は誰もいないよって。あんたにはまだ見えないのって、ね。あら、そんな風に言われるんだ。うん。で、そんな私が。見えるようになったきっかけは母の再婚だったんです、うん、私が小5の頃に、何の相談もなく突然再婚するから来月には引っ越すからってね言われたんです。で戸惑ってたんですけど、引っ越しの日来ました。引っ越し先は一軒家の賃貸だったんです、はい、で仲の良かった友人とね会えなくなる寂しさとか、いろんな不安、そして新しく父となった人間への不快感とかね、いろんな感情がこうマックスですよ。そうでしょう、うんうん、そんな負の気持ちがですね、ぐん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 溜まってたある日夜ふと目が覚めるんですね、はい、寝起きで意識がはっきりしていないということはなくて、うん、むしろ目は遮っていて真っ暗なあの部屋の中も鮮明に見えるんです。なるほど、なんだこれと、うん、でふと部屋の隅っこにね、目を向けてみると、はい、同い年ぐらいの黒髪おかっぱ頭、白いブラウス、赤いスカートの女の子がそこにいる、はい、でそこに立ってるだけなんですけども、うん、全然怖くないんですよ。へでそれから毎晩この女の子私の部屋に出てきました。で
いつしか別にね、なんかこう直接友達になろうみたいな言葉は交わしないけど、うん、なんかちょっと親しみ湧いてきて、あ、いつもいるからね、そう、あれみたいな、うん、ちょっと友達になりたいなみたいな思い始めた、うん、思い出したら話しかけたりもするようになってて、それからしばらくすると新しい学校にも慣れて、うん、まあ、友達とかもできて、うん、そしたらこの女の子出てこなくなったんですね。ああ、なるほどね。寂しいなと思ったんですけども、その子のことはどんどん忘れていきました。はい、その頃からです、うん。夜中に家の階段を駆け上がってくる足音、うん、遊び終えて夕方の帰り道で見かける透けている人、学校で見かける黒い影、どうやらあの女の子を見たことがきっかけで私は霊感に目覚めてしまったのか、見えないものが見えるようになったんです。へー。でなんでね、うん、それらが幽霊だと確信したのかというと、友達に自分が見えてるもの、うん、あれ見えるって言ったら見えないって言うからですね。自分だけ見えてると。はい。で、母はですね、2年ほどをしてから再婚相手の男性とは離婚するんですけども、この時期ぐらいからもう様々な体験をするようになってて、うんうん、例えばこう運転中に前を走っている車のルーフに張り付く髪の長い女を見ちゃったりとか、なんかいろいろするんですって、はあ、で今はですね、とある神社にお参りに行って以来全くではありませんけども、ほとんど見えなくなりましたと。ただまあまあたまに見えたりしててね、そのね、先輩あそこなんかいますよねって、いないよっつって、その先輩に怖がられたりする。だから今の俺と一緒ですよね。なるほどね。あそこなんかいますよって、見えないよみたいな。わかるわかる、植え込みになんかいましたみたいな、そういうやつでしょ。そう、ね、そんな感じなんですみたいなお話です、いやなんか俺そのなんか守護霊みたいなのがいて、うん、でその環境変わるわけじゃん、うんうん、環境変わって新しい学校で友達ができるまでの間、つなぎね、そう、つなぎみたいなのを守護霊が用意してくれたのかなって俺はちょっと思ってたんだけど、そうではないのか。でもそれきっかけでね、見えるようになったっていうことは、でもそれだと思うけどね、大抵ね、ね、うん、だからつなぎでもいいから、君霊見えるようになっときなって、ご先祖か分かんないよ、うん、なんか守ってくれる人がしたことによって、その後ずっと開きっぱなしになってるっていう状態、そう、ね、でその神社っていうので、まあ、それが抑えになってるのか分かんないけれども、うん、ソファーになってるのかね、うん、っていう気がするから。でも結局でもそれで友達がね、その間ちょっと心を許せる存在がいたから、うん、その後もなんか円滑に行ったんじゃないかなとちょっと思いますけどね。ね、こういった系統の話今日多かったですね、うん、そうですね、はい。